あ、来た。あ、後ろやっぱり穴ってるんだ、はい、スタジオに切り替わりました。今放送されております。戻ってきました。さあやっていきましょうか。はい、それでは8月21日テレビ東京ドリームドリームフレーター収録を行います。よろしくお願いします。お願いします。それでは VTR まで5秒前4、3、2。インターネットの世界で活躍するクリエイターの皆さんを紹介そして応援していくという番組です。うん、MC を務めさせていただきますのはネットタレント百花繚乱と田村淳とスケット MC を務めさせていただきますキュートの鈴木愛理です。よろしくお願いします。さあ続いて番組レギュラー陣を紹介させていただきます。アニメチックアイドル桃地みなみさん。はーい、桃地みなみなもっちー、よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いてももちおい、はい、じゃあいきますよ。はい、続いてゲーム実況主のドグマ風見さん。はい、最近ねピーナッツを食べると必ず喉に引っかかる男ドグマ風見でございます。お願いします。年齢ですかねこれもね。年齢ですね。はい、そしてドリクリ研究生の皆さん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてそして事前の生放送ネットアンケートで出演権を勝ち取ったのはこのお二人。どうも、皆さん、今日も一日お疲れ様に。どうも、どうも、レモンドです。よろしくお願いします。お疲れ様に。大事なとこ見られへんからね。ヒントが合わせづらいんだよな。そして、Q-Ready。はい、Q-Ready の西原亜美です。身長179センチ、海が来ると書いて未来です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、今回のテーマはネットと政治第2弾でございます。すごいですよ。以前にネットと政治というテーマで一度放送したんですけども、それのなんと第2弾が今夜放送でございます。今回は日本で初めてネット選挙が行われたということを受けて、実際にその様子がどうだったのかということを話していきたいなと思います。まあでも、今回我々だけでは当然政治のことは分かりませんので、スペシャルゲストにお越しいただきました。まずは前回に引き続き登場いただきます。インターネットでの活動に積極的であり、ニコニコ生放送にも出演経験のある自民党衆議院議員の河野太郎さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあキュレディのお二人、河野さんが一体どういった方なのか説明お願いします。はい、河野さんはこれまでに衆議院外務委員長や法務副大臣、総務大臣、政務官など数々の要職を歴任。現在は自民党の副幹事長も務めていらっしゃる、とってもお偉いお方なんです。さらに小学生時代はボーイスカウトにも所属なされていたそうですよ。へえ、そうなの。兵器の使用。割とありがちな話です。はい、はい、本日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして、ウェブで政治を動かすを合言葉に世界一の政治メディアを立ち上げようとしているジャーナリストでメディアアクティビストでもある津田大輔さん。お願いします。よろしくお願いします。ドリクリにも何度も出ていただいて本当にありがとうございます。さあ、ドリクリでございますが、まずは、番組恒例リアルタイム投稿を募集させていただきます。今画面の向こうで見ているあなた方にですね、皆さんですよ、イラストを描いていただきたいなと思います。今日の出演者の皆さんの似顔絵に一つ、シチュエーションを足してその似顔絵を描いていただけると番組後半で紹介させていただきます。今回ですね、番組最後に2本分紹介させていただきますので、ぜひたくさん送ってきてください。で、そのシチュエーションなんですが、じゃあどなたにお伺いしましょうかね。そしたら河野さん、どんな風に似顔絵を描いていただきたいかおっしゃっていただいてもよろしいでしょうか。じゃあネットと選挙ですから、選挙運動をしているところ。政治っぽい。皆さん描けますか。はい、選挙運動をしているところ、はい、
じゃあ続いて津田さん。前回、はい、確か藤子 F 風に書いてた。僕あの今回あの福本先生風に開示のそれをちょっとざわざわで鼻こんがっちゃうわけガシャンなってる感じのみたい、はいはい、さあ皆さんお分かりいただけただろうか。そういった感じのイラストをですね描いていただけると番組後半で紹介させていただきます。そしてですね、今日は河野さんそして津田さんに聞いてみたい素朴な質問を、うん、募集させていただきます。番組の後半で紹介していきますので、これ皆さんどしどしご応募ください。これ、宛先はツイッターでいいのかな、はい。番組公式ツイッターにですね、あのお二人に関する素朴な疑問をリプライで飛ばしていただけると嬉しいなと思います。皆さんよろしいですか。はい、では本題に参りましょう。改めまして本日のテーマはネットと政治第2弾。はい、日本で初めて解禁されたネット選挙、その実情はどんなものだったのでしょうか。こちらをご覧ください。7月21日、日本の政治を動かす国会議員を決める参議院選挙が行われました。みんなちゃんと投票には行ったかな。アツシはもちろん投票に行ったみたいだね。わかりやすい写真ですね。これツイッターで投票を呼びかけるなんてなかなかいい取り組みをしてるじゃないか。121議席を決める今回の参院選挙、注目の結果は自民党が改選前から31議席伸ばし65議席を獲得して圧勝。与党が参議院で過半数を占めることに。これによって衆議院と参議院のねじれ国会が解消され、与党が国会運営をスムーズに行うことが予想できるんだよね。国民の皆様から私は強く背中を押されたというふうに思っています。そんな自民党の大勝とともに今回の選挙で注目されたのがネット選挙。ネット選挙、 とはこれまで選挙期間中に禁止されていたインターネットを使った選挙運動ができるという新しい試み。ホームページやブログ、Facebook や Twitter などの SNS でも候補者は情報発信でき、有権者と意見交換もできるようになったんだ。ネットで投票できるわけじゃないんだよね。そんなネット選挙解禁に向けいろいろな動きがあったんだ。 LINE や Twitter では全政党の公式アカウントを承認、政党の情報を手軽に受け取ることができるようになったんだよね。ネット界を牽引するサイバーエージェントも参院選に向けた特設サイトを開設。仮想空間サービスアメーバピグでは街中に選挙カーや党首がアバターとして登場。仮想空間の中でもユーザーに演説したことが話題になりました。さらにニコニコ動画主催のネット党首討論会も行われたんだ。与野党8党の党首が参加し、討論の模様がネットで生放送されたんだよね。ネット業界もユーザーに対してさまざまなサービスを提供してネット選挙を盛り上げていったんだ。候補者や政党もホームページやブログ、ツイッターやフェイスブック、動画の配信などで政策をアピールしたり有権者に呼びかけたりしました。その中でも独自の展開を見せた政党を紹介するぜ。民主党はネット上のシンポジウム声カフェでユーザーとディスカッションを実施。議席を増やした共産党では拡散部というゆるキャラを利用して分かりやすく政策を発信していたんだ。中でも党を挙げてネット選挙に積極的に取り組んだのが参院選挙で圧勝した自民党。果たしてどのような取り組みをしていたのか。自民党でネットメディア局長を務める平井卓也議員にお話を伺った。ソーシャルリスニング、いわばネットの中の声、また政策に対するいろいろな考え方、皆さんの意見みたいなものをですね、細かく拾おうということで、トゥルースチームというふうに、T2 と言ったりもしてますけれども、そのチームを強化して選挙戦に臨みました。今回このタブレットを全候補者に持っていただきましたので、この中で候補者に対していろんな情報や指示をするということも初めて挑戦して、
これは非常にうまくいったと思います。候補者に渡されたタブレットには選挙活動を支援するアプリ自民党ダッシュボードが搭載され、その中には経済の動向や天気に至るまで演説のネタになるような情報もあったんだって。候補者はこのタブレットを見ながら最新の情報を受け取って選挙活動に生かしていたんだ。うわ、時代だな。さらに多くの若者が持っているスマートフォン向けに自民党が打ち出した戦略とは。無党派層と言われる方に対しての自民党は情報発信が弱かったと思うんですね。今まで特に若い方でスマートフォンを持っている方々に対して自民党をもっと知ってもらおうと、親しみを持ってもらうという意味の入り口として、まあ、今回はゲーム等も開発した。こちらがそのゲームアプリ、その名も安倍ぴょん。安倍首相のキャラクターをジャンプさせて上空に行けば行くほど高得点をゲット。1ヶ月余りで28万ダウンロードもされたんだ。私もやりました。野党になったから変わった部分っていうのがあって、そこのところを先祖返りさせないっていうのが実は一番大事なところだと思います。要するに自民党が新しく変わったっていうことを感じていただいた方々は今回ネットの世界にもたくさんいらっしゃったと思います。まあ、正しいことに取り組む自民党っていうのを今後も続けていきたいと。自民党勝利の裏側にはいろいろなネット戦略があったんだね。さらにドリクリでは現場で選挙を戦った議員の生の声を聞くべく日本の政治の中枢永田町にある人物を派遣。その人物とは誰？あーそうですね、出た出たアニメチックアイドル、マジか、桃地みなみ。大丈夫？どこに来たかと言いましたこちらババリー。何？最近海岸でいや入り口で止められるでしょ。意気揚々と乗り込んだもののここでハプニング。何？議員会館入り口で警備員に止められてしまったんです。頭取ってください。頭って何のことだもっち。とあくまでも自分のキャラを押し通すももちと警備員の間で押し問答が。30分後、結構かかったな。警備員に厳重に警備されながらなんとか議員の部屋までたどり着いたももち。今度当選した松沢茂と申します。すげえ、よろしくお願いします。神奈川選挙区で74万票以上を獲得し見事当選を果たした松沢茂文議員、元神奈川県知事でもあるんだ。すげえ。松沢選手、この度はね、ご当選おめでとうございます。ありがとうございます、ね、ちょっとお祝いってことでね、はい、私からね、一つね、はい、いや偉い人こら、ね、ちょうどよかった。僕ね、選挙の演説で未だに喉が枯れてるの、なかなか治らないんですよ。確かピンポイントだったんだ。後でいただきますね。ぜひぜひ、はい、ありがとうございます。僕シュガーレスじゃないとダメなんだけど。あ、本当？いいですよ。はい、リラックスモードでインタビュースタート。どうでしょう、ネット選挙一番効果的にこれは使えたかなっていうものは何ですか？動画をいくつも作ったのね、うんうん、その中で全力神奈川坂っていう動画作ったの。あ、それって全力坂って知ってる？知って、女の子が知ってる。そうそう、あれのえぇ、ー、そうなの？だから女の子じゃなくて、こっちが坂を走り上がって、それで頂上で政策を叫ぶの。憲法見直そう。これは面白い。まあ可愛い女の子じゃないけど、うんうん、ね、面白いと言ってすごくアクセスが増えたんですよ。面白い、見てみよう、ああこういう人なんだ、じゃあ政策どんなこと言ってんのかな、こうやってだんだんと興味が次につながっていくでしょ。こうやって話題になっていかないとやっぱりね、そこに若い人たちの興味も湧いてこないんだよね。ネット選挙はすごく有効よ。でもネットだけに頼ってたら選挙はダメだと思う。やっぱり人と人との付き合いだから、うんうん、デートして、ね、手握ってみたり、ね、もうちょっと進んでキスしてみたり、これが一番やっぱり人間の感情って伝わるでしょ。
そうかそうか。だから選挙もインターネットでね、うん、すごく多くの人に情報を一挙に伝える、うん、情報交換するっていうのは必要だけど、うん、やっぱりね街頭演説すること、うん、それから演説が終わったらみんなと握手して、うん、自分の皮膚でね、うん、よろしくお願いしますねっていう感情を伝えること、うんうん、これね絶対にやらないと選挙っていうのは成り立たない、うん、だから両方やる。なるほど。忙しかったね。だから夜はね、うん、ネットの動画を撮ったりね、うん、いろんなことネットの関係でメールをまた書いてみたりってやるでしょ、うん、昼間は朝から街頭演説、うん、それから握手作戦、うんうん、演説会全部やるから忙しくなった、うん、だから今までの選挙よりもっともっと忙しくなっちゃったね。そうかそうか、うん、大変だね。それからね、うん、お金もかかるんだよ、ネット選挙って。あ、そうか。そうなの。ぶっちゃけ、どうしたらいいかな。ぶっちゃけいくらぐらいかかったのかな。これ聞いていいのかな。ネットだけでも、うん、100万。うわ、そんなに。かかる。みんなかけてると思う。びっくりだ、もっちー。今後どんな政治を目指していこうと思ってますか。いい質問ですね。ざっくりですけど、うん、チームワークとリーダーシップが両方ある政治。それいいですね。リーダーシップばっかりだと独裁政治でしょ、うんうん、チームワークばっかりだと修具政治っていうの、うんうん、話し合いばっかりやってて何も決まらない政治、うん、両方持ってなきゃいけないですよね。確かに、そうするとそれがいい民主政治になるんでね、うんうんうん、そういう政治を目指したいですね。わあ、それはなんか理想ですね、はい、そう、理想だけどね、うん、でもやっぱり政治は理想を追い求めなきゃ。しげちゃんかっこいいねほら今回はね、はい、ネット選挙についてもいろいろお伺いしたわけなんですけれども、はい、ツイッター上でもね、こうちょっとフォローし合ったりとかしませんか。将来的に考えましょう。松沢先生、ご協力ありがとうございました。初の試みとなったネット選挙、今後果たしてどんな展開が。はい、さあということで、各党さまざまなネット活動の取り組みやっておりましたけども、初シピいかがでしたか。いや、でもネット選挙が初めてだったんで、はい、どうなるかなと思って見てたんですよ。だけど、ね、なんか各党すごいアイデアを出し合って、いろいろとこう初めてのネット選挙にこうなんか立ち向かってる感じを僕はすごく好きでしたけどね。ただでも投票率が上がんなかったのがやっぱね、ちょっと気になるなっていうのは、まあ、そうですね、気になりますね。さあ、そして河野さん、自民党は今回の選挙で圧勝したわけですが、やはりそれはネットの力は影響したんでしょうかね。これはあんま関係なかったと思いますね、正直言うと。今いろんな出てましたけど、例えば動画でなんとかっていうのは今までもできたんですね、うん、別に今回解禁されたわけでもないし、はい、タブレット配りますって、前回だって別にタブレット配って候補者に情報を出すっていうのは前回もやれたことだし、だから安倍ぴょんだって実はやれたんだと思うんです、はい、だからネット解禁して何か変わったかっていうと、少なくとも今の見てる限り前の選挙でもできたよねっていうだけのものなんで、今回は業界はすごく盛り上がってて、ネット解禁されたんでなんとかのセミナーみたいな、もうそういうのが流行ってましたけど、実際は要するに今まで選挙が始まったらネットウェブ更新しちゃダメですっていうだけだったから、それを更新してもいいです、でも候補者昼間忙しくてブログ書いてる暇ないし、あ、なるほど、だからそんなに今回変わったかっていうと、実はあんまり変わってなかったの、まだ劇的な変化は見えてなかったですね。現実的にはこれがこう積み重なっていくとね、はい、将来的にはいろいろ影響はあると思いますけど、少なくとも今回見る限りもう関係なかったなっていう、むしろ松田さん言ったように、これからネットを解禁したことによって金が選挙にかかるようになってくるっていうのをどうするかっていう方が、よりね、新しく予算がそこでかかってくる、かかってくるっていう方がどうしたらいいの。お金がかかるんだ。お金かけないでやる方法もありそうですけどね。そうです、ネットはやはりいろんな方々、いろんな取り組みで、まあ、無料でいろんなことできちゃったりしてるクリエイターさんもいますから、っていうところのアイディアのヒントとかもしかしたらどっかにあるかもしれないですね。はい、津田さんの目線からはどうでしょうか。今回のネット選挙どう映りましたか。まあ、河野さんがおっしゃってたみたいに、実際僕もネット選挙解禁っていうので、いろんな候補者の
あのツイッターとかフェイスブック見てたんですけど、はい、もう本当にあのほとんどがもう昼間はもうみんな街頭演説なんで、あのツイッター見ていても基本的には次にどこで街頭演説しますっていうこととかこうでしたっていう活動報告ばっかりなんですよね。なるほど。まあ、実際もう今回オープンしたっていう人も含めてほとんど活動報告にとどまっちゃっていたので、うん、まあ、本来的にはそういうまあ有権者の選挙への政治の関心が高まる期間に、じゃあ例えばあの同じあの選挙区の候補者と、まあ、ネット上でじゃあ例えば議論をしたりだとか、あと有権者の質問に答えてみたいな、ネットの双方向性みたいなものが活かせればよかったんでしょうけど、そこまで手が回らないっていうのが正直なところだったんだろうなと思うんですね。ただ一方で、はい、有権者は僕すごい変わったと思っていて、はい、あのどうしても今までって選挙の情報って、まあ、なんとなくあの党の情報とか政治家の情報を知るって言ったら、まあ、選挙候補を見るとか政見放送をやってたらたまたま見るとか、たまたまあの街歩いてたら街頭演説聞いて、まあ、それで選んで、で、まあ、テレビとか新聞見てたら、あ、なんとなくどうしようかなとか思ってるうちに投票日来て、なんとなくの情報で決めるっていうのが、で今回いろんなあの世論調査とか見ていると、はい、まあ、大体 10% とか 25% ぐらいの、まあ、大体2割近くの人が、まあ、候補者選びにネットを使ったっていうふうに答えてるんですね。これでも新聞とテレビからしてみたら2割ってすごい低いんですけど、僕は思ったより高かったなと思っていて、でこれネットを使ってどういうことかっていうと、受動的に来るんじゃなくて自分から前の日とかにね、じゃあ誰選ぼうかなって言って検索をして探しに行く、もしくはその人のツイッターとかフェイスブックとか動画を見に行って、なんとなくその政見放送とか動画を見て、あのそれで決めようっていうふうに思うわけですから、まあ、だから投票率今回あの低かったんですけど、でも投票にもともと行くような人が今までなんとなく決めてた人が自分で検索をして入れたっていう意味では、投票の有権者の質は上がったんじゃないかなっていうふうにあるんですね。なるほど。まあ、能動的に情報が拾える分、またより洗礼された考えがそこに反映されている、まあ、だから選挙結果全体を変えるまでにはいかなかったかもしれないですけど、やっぱり一つの新しい政治とのあの有権者の関わり方の扉っていうのは開いたなと思いましたけどね。なるほど、ちょっと面白い意見が聞けましたけども、さあといったところでですね、各党さまざまなネット対策を行っておりましたが、これからはそんなネット選挙の大反省会を、行っていきたいなと思います。はい、まずはこんなアンケートを取っていきたいと思います。ツイッター、フェイスブックなど政党や政治家がネットで発信する情報をチェックしたか、イエスかノーで答えてもらいたいと思います。それではアンケートスタート。さあ皆さんね、ニコ生見てる皆さん、ツイッター、フェイスブック、もう政治家の皆さんが発信してる情報をネットでチェックしたかどうか、ツイッターが更新されてると、そうですね、まあ、そのだもうフォローしてる方が RT した情報とかっていうのでも、まあ自然に目に入ってくるっていう形にもなったんじゃないかなと思いますけど、さあ果たしてどうでしょうか。ああ、コメントでは河野さんのツイッター見たっていう方もいますね。どこでやった、さあニコ生儲け、まあこれインターネットで情報を得たかどうかっていうところなので、まあ、ニコ生も含めましょう、はい、ここ見てる人は多分意識が高いだろうから見てるだろうね。そうですね、はい、じゃあそれでは結果の方見せていただきたいと思います。はい、結果オープン、ドンドン、はい、やってまいりました。結果、あれ、41.3% の方がイエスと。選挙権は持ってない人も結構いるんじゃないですか。そうそう、ああ、そっか、なるほど。思ったより高いですよ、でも。こんなにあれしてないと思ったら4割っていうのは、あ、そうですか、うん、まあ、だからあの新聞とかの世論調査とだから 10% か 25% なんで、まあ、これでネットで動画を見てる人でなんで、そのあの分高くなってるってことでしょうね。でもそんな、そういう、そっか、受け取り方も違うんだね。俺は低いと思ったけど、でも大谷は、あ、こんなにいるんだっていう考え方なんですもんね。なるほど。まあ、ニコ、あ、なるほど、ね、ちょっと今回のアンケートだとニコ生が OK かどうか分からなくてノーにしたかっていう人も結構いるみたいなんで、どうしますか、もう一回取り直しますか。選挙権ある人だけに限定して聞いてみてもいいかもしれない。わかりました、ね、はい、じゃ あ, あの選挙権有権者の皆さんで、そしてニコ生 OK、 そしてツイッター、フェイスブック、まあ、インターネットを使って情報を得たっていう、まあ、広い視野で見ていただいたり押すんだろうな、でも10代のやつがさ、はい、選挙権ない人はまた後でいろいろとやるからちょっと押さえておいて。3番に選挙権がないっていう、あ、そうだ、選挙権がないを3にすればいいんです、はい、押したくてしょうがない方のためのボタンですね、はい、押したいよね、押したい、押したいです。そこにボタンがあったら押しますよ、皆さん。いろんなとこ押したい年頃なので。そうですよ、赤い子は。これ運営さんスタンバイの方できましたでしょうか。あの3番に選挙権がないというのを選択肢に入れていただけると嬉しいなと思います。ね、そしたらもう皆さんね、お待たせしております。じゃあもう一回、もう一回じゃあ確認しておきますか。有権者の方でインターネットを使って、まあニコ生でもフェイスブックでもツイッターでもブログでも構いません。インターネットを使って情報を得た方はイエス。堀江さんが今この番組見てたら3番押さないといけないですから、ね、はい、そっか、ねじ込んでいきますね、ズドーンと。
じゃあ堀江さんは3番を押してください。よろしくお願いいたします。さあ準備できたそうなんです。はい、ありがとうございます。では改めてじゃあ、はい、お願いします。それではアンケートスタート。さあ3番の項目がね追加されましたから、ちょっと早めにじゃあ結果見てみましょうかね。そしたら3番、はい、今回は、うん、さあイエスの選挙権がないと、うん、どう変わるんでしょうね。ね、また変わってくるんじゃないですか、ね、うん、だいぶ変わるでしょ、割合が、ね、あるでしょ、上がるんじゃないかな、イエス、はい、じゃあ、イエス増えると思う。アリちゃん、結果の方お願いします。はい、それでは結果の方オープン。ドン、さあ、来ました、結果、うん、おー、ほら半数、あ、ってなったけど、ノーの方が少なくなりましたね。ほんとだ、あら、これはこういう結果変わりましたけど、河野さん、いかがですか。うん、相当高いと思いますね、これは。すごいね、だいぶ効果があるってことですよね、ネットで何か活動するってことが、うんうん、すごいですね。ちょっとこんなデータが出るとは思っていなかったんですけども、うん、さあということで今の情報も、踏まえてですね、日本で初めて行われたネット選挙、これ街の方々はどういった感想を持っているのか、なんとですね調査してまいりましたので、こちらご覧ください。どうぞ。ネット選挙大反省会。今回の参院選で初めて導入されたネット選挙、街行く人は一体どんな感想を持ったのか。発達した。なんか YouTube とかで動画見たんですけど、若者にも分かりやすく、もうちょっとなんか自分はこういう風にしたいっていうのを具体的に知りたかったです。結構自分のこの意見に合った合わないっていうようなツールとかソフトっていうかがあって、ああいうのは便利だなと思いましたね。あの、うん、誰が自分の意見に合ってるかとか、ね、その本当に何がしたいのかっていうのも隠してるような感じがして、あんまりいい印象なかったですね。ツイッターとか見ましたよ。便利っていうか、どっちかというとボロ出すのを見てるような感じですよね、誰かが。下手なこと言っちゃうと問題になるんで、やっぱり気使って廃止してるっていうのはちょっと印象に残りましたね。なるほどね。あの、なりすましだとか、いろいろ、あの、嘘っぽいものもね、なんか あるようなことがなんとなく分かりますよね。まあ、全く信用しないわけじゃないですけども、あのリアルなものと両方ないと信用できないし。いい印象を持っていない人が多いね。果たして専門家は今回のネット選挙をどう見たのか。インターネット選挙戦略研究所代表戸川さんはこう語る。まあ、理想としては有権者と候補者が議論をすると、こういった点どう思いますかということに対して、候補者が答えるというのが理想なんですが、どこに行くかという予定をアップしてそれで終わりという方が多かったと。一方的な情報だけで終わってしまって、有権者からあまり、その興味関心を引くことができなかったというところが残念だったんですね。今後改善していくべき点はいろいろとありそうだね。みんなはどう思ったかな。なるほど。ということで反省点が上がってまいりましたけども、タツシピー、うん、タツシピーはこのネット選挙どう感じましたか。反省点。俺はね、はい、基本的になんかこうなんだろう、ネット見る人もいれば 見ない人もいるから、はい、その解禁したことで今まであの情報を得られなかった人が情報を得出したりとかで、なんか考えるきっかけになるようなことがいつもの選挙よりかは落ちてたから、周りにねポツポツと、うんうんうん、だから俺はなんかその反省する点は特に見当たらないんだよね。だけどもう使い方が上手い候補者とこの人全然理解してねえなみたいな人が見えたのが、やっぱそれはネットを理解してるか理解してないかの差でなんか票が分かれるのはまたそれもったいないなと思って、なんか書くとちゃんと指示をっていうか、お勉強会みたいなのをやってあげないと候補者によって差が出るのはなんか問題だなと思う。なるほど、まあ確かに、まあ、それだけで票がすごく大きく揺れ動いて、あの合格不合格が出たわけじゃないだろうけど、うん、まあ、だから俺うまく使ってんなと思ったのは、はい、言ってる意見が正しいか正しくないかは置いといても、山本太郎 あのずっと生配信し続けるっていうのは、うん、あ、これはネットを理解してる人だって思った、うん、ただツイッターでどこどこで、やりますとか演説やりますだけよりはずっと見せてるから、だから嘘がないように見えるから使い方がうまいなとは思ったけどね。なるほど、さすが生放送配信者のタツシピー分かっていらっしゃる。いやいやいや、ね、俺も警察と揉め事起こしてますから。そん
な偉そうなこと言えませんけど、自分で言っちゃうんですよ。さあ、あの町の若者はいろんな反省点おっしゃっておりましたけども、同じ政治家として河野さんはいかがでしょうか。あの自民党でネットで今回一番多分話題に上ったのが千葉県の豊田敏郎さん、あの動画上げてたくさん上げて、必ず最後パンダが乱入して終わるっていう、あの賛否両論というか非難合合だったけど、少なくとも話題にはむちゃくちゃなったんですよね。それがいいのか悪いのかって言われると、ちょっと どうなんだろうなっていうあれはありますけども、でも演説でただね、その選挙カーでこうガーってがなってるだけよりも人を集めたってことで言うと、なんかいいような気もしますけどね。ただ真面目にやってるのかどうかってことでしょ。そうそう、まあでも知名度ないあれだったから、それで知名度がまあ多少なりとも上がればいいっていう、ただあのまあね、賛否よく言って賛否両論、悪く言えばそこまでいかなかったけど、でも知名度はあの上がった。だから今でもコメントで、ね、はい、あの選挙カーでうるさく言われるよりかはその方がいいじゃんっていうコメントもあったんですけど、なんかでも今回僕参議院で選挙期間、はい、東京なんですけど、はい、なんか選挙カーいつもより静かだった気がする。静かだった、言われてみれば、ね、でそれは多分、はい、おそらく今回ネット選挙の影響も多少あるかなっていうのはやっぱ思いますけどね。でもその知名度ってなんか実際のところ、その票には、その票の数にはどういうふうに知名度があるから票がたくさん集まるってわけでもないじゃないですか。やっぱ批判とかそういうのもあるし、そういうのって有利は有利なんじゃない。有利なんですかね。だって猪木さん断然有利でしょ。まあまあ確かに知ってる人と知らない人じゃやっぱり後的に印象もガラッと変わってくるっていう、ね、だってあの参議院選挙って選挙区と比例と2票あるじゃないですか、はい、で比例代表のところって例えば自民党だったらあいうえお順に並んでるんですよ、うん、一番が赤池さん、はい、と圧倒的にやっぱりね一番最初の人が票が多いんです。だからアウェオ順で一番最初に名前書かれた人っていうのは、その有権者がブースに行って自民党、誰だか候補者よく分かんないから一番上に名前書いてる人を書いて入れるっていうのは、じゃあ阿行は圧倒的に有利ですね。だから知名度っていうのはやっぱり大事なんですよ。じゃあもうタレント性とアントニオ猪木さんもあだからもうどんどん上がっちゃったっていう、そういうこともあるんですね。みんな解明していった方がいいね。あ行の人がどんどん上行全員上行になっちゃ う, う、ね、まあ今後その配置もランダムにとかいろんな意見も出てくるかもしれないですけど、まあ、津田さんはいかがでしたでしょうか。いろんな方の反省点出てましたが、まあなんか先ほどね、あの VTR でリアルなものと両方ないと信用できないっていう意見があって、まあ、あれって結構重要な意見かなと思ったのが、なんかやっぱり選挙ってよく言うと特に地方に行けば行くほどドブイターだったって話が、ドブイター選挙というかね、どれだけ握手するかみたいなのが重要だっていう、まあ、それはもう多分その選挙の本質って多分変わってないと思うんですね、はい、でそれが多分ネットでもそうだったなというか、ネットでもすごく細やかにこまめにやっぱりそういうことをやっている候補はやっぱり相対的に票は伸びていったかなっていうふうに思ったので、なんか多分デジタルになってもそういうものがすごく重視されるのかなというのは思いましたし、これはニコ生の番組のでの、選挙特番のアンケートを見てた時に、はい、まあでも政治家って今情報発信のチャンネルがすごい増えたわけですね、ブログがある、ツイッターがある、フェイスブックがある、そしてニコ生や YouTube とかいろいろある中で、その中でいろいろある中で何を一番参考にしましたかっていう質問をニコ生のアンケートでやっとったら、圧倒的に動画だったんですよね。それは結構僕やっぱ面白いなと思ってて、やっぱり多分テキストの140字の文字とかで書くよりも、やっぱり実際に喋っている、でしかもその街頭演説とかって、その街頭演説がどう盛り上がってるのかみたいなものとか、あとは喋ってる人の熱みたいな、そういうものがやっぱり伝わっていくみたいな、そういうものでやっぱ人は多分選んでいくんだなとも思いましたし、また そこに対してじゃあツイッター何役に立つのかっていうと、あこの人の選挙演説の動画いいよみたいな形で、ツイッターとかで広がっていく。だから多分選挙に入れる決め手になるのは動画なんだけれども、この動画いいよって言って広めていくのはツイッターやフェイスブックっていう、これがなんかすごい今回のネット選挙に見えてきた傾向だなと思います。口コミがもっと広がりやすいってことですよね。まあ、そのインターネットっていう無機質なものの中からその人の熱量を、まあ、伝えやすいのが動画だったっ、だからそれがだからできてなかった候補はやっぱりなかなか難しかったんだろうなと思いますね。なんかやっぱりこう人の熱みたいなのを感じると自分もちょっと感情移入しちゃうっていうか、やっぱりアイドルでも歌が上手いだけの人より、例えば握手会の対応がすごくいい子
子が人気あるとか、うん、だからそういう意味で言うとやっぱ今回ね、うん、あのすごくあの最初は泡沫って思われていた、うんうん、あの緑の党の三宅裕平さんね、はい、三宅裕平さん17万票を取って、うん、彼こそ本当にまたネット選挙をうまく使って、うんまあ、選挙フェスって言って、はい、渋谷駅前でライブをやって、うん、でもあれやっぱりそういう演説とか動画とかずっと宮本太郎さんと一緒で、うん、ずっとやっぱりあの生中継していって、まあ、歌いながらそういうあの演説をしているっていうのが、うん、これいいよみたいな形ですごいツイッターで広まっていって、それがもうあの票に伸ばしましたからね。だからやっぱり新しい選挙活動みたいなものっていうのはやっぱり確実に生まれてきてるなと思いますね。やっぱ裏側を見せるっていいんですね。そうなんだよ。ドリクリ間違ってなかったっすね、裏側見せていくの収録の、ね、これそうだね、こんだけ頑張って2時間喋ってね、短くギュッてなるわけですから。そうですね。大事だったんですね、こういうのも。はい、さあそういうことですよ。あの後ろでも皆さん多分いろいろ話聞いてますが、研究生の皆さんたちはどうですか、今回のネット選挙、まあ、何か気になった点といいますか、皆さんのこの改善点というのは見えたとかあったりしますかね。なんかでも改善点っていうより、さっきやっぱり意見でもあの若者に分かりやすくって言ってるじゃないですか、うん、でも正直若者も分かろうとしなきゃいけないんですよ、うん、だからそう面白いことやったりとか目立とうとするっていう、そのどん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 そっちに走ってって、どんどんその質が薄くなるというか、幼稚になっていくのはやっぱりどうなのかなって。だから若者が分かりやすくっていうよりは、若者になんか若者がもっと理解しようとしないとダメだなって思いました。でもそんな優等生ばっかりじゃないからね、まあ、まあ現実もう今の意見はもう確かに確かになんだけど、まあもう全然考えてないやつもいるからね。でそんな人に興味を持ってもらって、実際にちゃんと考えてもらうまで選挙運動でやれるかどうかってことですよね。でもその一歩として今回のネットっていうのはすごい良かったんじゃないですかね、うん、と思いますけどね。最終的にパンダが暴れる動画を撮った人は、うん、俺は作戦はまず引き寄せるっていうことは良くて、その後どう伝えるかですよね。その後が難しい、ね。あとはだからさっきのね、松沢さん の, あの全力坂のね、あれは面白かったんですけど、まあ言ってしまえばパクリ企画じゃないですか。でパクリ企画まで一回ちょっと再生数を調べてみたら3回やってて、1回目は2万8000来てるんですよ、まあ、これ結構言ってるんですけど、うん、2回目見たら1245しかなくて、だから逆に言うともう2回目まで言うと、あ、まああれねって言って飽きられちゃって、見切られた、うん、だからなんかそういうものが如実に数字に出るっていうのも、これまたネット選挙の怖さだなって思います、ね、そうですね。松田さん全部の再生回数が多いみたいにやっぱ喋るの上手いですもんね。興味持ちましたもんね、確かに。そうなんだってグッとなりましたし、はい、じゃあその他の皆さんどうでしょう、なんかこういった意見あるよっていうのがありました。いや、あっちの二人の顔がさ、もうそうですね、はい、選挙のことあんまり喋れないですよ、そんなことないですよ。僕はちょっと心配ですね、これから。その心配、ネットにはまりすぎてどんどん全員議員さんが踊り手とかになっちゃったらどうしようかな、うん、なるわけないだろ。それはそれでいいじゃん、面白いですね。全員辞めて議員をなっちゃったらね、困るわけ、なるわけないだろ。さあということでございますけども、さあ先日の、参議院ですかね、はい、から日本で初めてネット選挙解禁されたわけですけども、うん、まあ、ネットユーザーの皆さん、まあ、今画面の向こうにいる皆さんですね、うん、皆様は投票に行かれたんでしょうか。ちょっとこれを気になるなと思いますけど、なるほど、はい、ネット正直に、そうですね、正直に。じゃあこれコメントで聞いてみますか、行ったよ行ってないよっていう人のために。行った行ってない、選挙権がない、はい、うん、選挙権がないも確かにないですね。行った行った行った、あ、もうやっぱりこの、ね、このタイトルにね、もう引きずられてきた皆さんは行った方たくさんいると思いますけども、行ってる人はたくさんいるんですが、やっぱり今回問題になったのがこの投票率の低さでございます。でそのネットと政治、続いてのテーマ、投票率を上げるためでは、何をすればいいのかということについて話をさせていただきたいなと思います。はい、今回の投票、選挙投票率は 52.61% という史上3番目に悪い結果でした、ね。どうすれば投票率が上がるのか、ドリクリなりに検証してみましたので、こちらをご覧ください、どうぞ。すごいな、投票率アップが期待されたネット選挙、ね、グイグイ。しかし参院選の投票率は 52.61% と過去3番目に低かったんだ。これはひどい、ニュースでやってた。それでは普段ネットをよく使う若者たちの投票率はどうだったのか、番組が独自調査してみました。はい、来ました。 Facebook とかちょっと女性議員が目立つところは見てみたりとかしてみました。いや、行ってないです。他の人が投票するからいいかなみたいな。あら、結果だけ見ればいいやみたいな感じ。あらあら、はい、なるほど。投票すごいね、堂々とインタビュー答えてくれる。誰になっても一緒だからね、
あんまり興味ないです。ほら、いっちゃって、ほら投票していないと答えた人が 60.6% にも上り、半数を上回る結果に。そんなにいけないの？これでは日本の将来が危ない。いや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 、今後、投票率を上げるにはどうすべきなのか、ドリクリではこの問題に真剣に取り組みます。まずは世界の選挙事情について見ていこう。日本の投票率は世界の中で一体どのくらいなのかな。昨年から今年にかけて選挙が行われた国で見てみると、日本の投票率は49カ国中41位なんだ。低っ。世界的に見ても日本の投票率は低いんだね。ちなみに投票率 90% を超えるオーストラリアやベルギーでは法律で投票を義務化しているんだ。投票しないと罰金を取られてしまうんだって。お隣の韓国では自分が投票したことを知らせる写真をツイッターに掲載する投票認証ショットがブームに。そのおかげで昨年末の大統領選挙では投票率が全体で 13%、 20代では 20% 以上も上昇したんだ。トルコ、タイ、ペルーでは投票の前日と当日にお酒を飲むことが禁止されているんだ。すごいな、いい法律だな。もちろん正しい判断で投票ができなくなるからだよね。マレーシアでは同一人物による複数投票を防止するため、投票した人たちには一定期間消えないインクを指につける対策が取られたんだ。旧ソ連のエストニアでは2007年、世界で初めてインターネット投票が導入されたんだ。2011年の国政選挙では4人に1人がネット投票したそうなんです。ついに。ちなみに投票率は64% だったみたい。実際に外国人から見た日本の選挙はどう映っているのか聞いてみました。朝から晩まで選挙カーが走ってうるさいし迷惑だよ。名前だけ何度も何度も言って、だっておかしいだろ。本来なら自分がやりたい政治を訴えかけるべきなのに、あれじゃ国民が何にも判断できないよ。日本の政治も政治家もみんなちょっと硬い印象だわ。だから日本人も選挙に興味がないように思うの。アメリカみたいに選挙ももっとショーアップしてお祭りのようにすればみんな盛り上がれるし、選挙にも関心が持てるんじゃないかしら。なるほどね。海外の人はこんなことを思ってるんだ。果たしてどうすれば投票に行きたくなるのか、日本の若者たちにも意見を聞きました。いちいちなんか行くのがめんどくさいんですよ。普通に駅の中とかで会ったりしたらもっと身近になるかなとは思います。駅の中に投票所とか。駅か、駅は大変そうな。インターネットで投票できるんだったら選挙行こうかなって思います。はい、なんか豪華なやつに招待してもらうとか。あ、めっちゃいい。お食事パーティーみたいな。まあ、そう、政治家とパーティーしましょうみたいな。その金はどこから出るんだ。に無料招待だったら行けます。なんか言ったことをちゃんとやってくれれば多分みんな行くと思います。若い人たちも。なんかテレビもニュースとかしか出ないから、もっとなんかバラエティとか出たらいいと思います。今アイドルが入ってるじゃないですか。なんか民主党48みたいな感じで、なんか歌って踊ればうわーとかやっぱり喜ぶよね。それは確かに確かに。エンターテインメント性がね、やっぱ政治にはないから、誰推しみたいな感じと同じ感覚でできる、できる投票みたいな。いろいろな意見が出たな。皆さんはどうお考えですか。はい、さあということでですね、まあ、今回の選挙投票率は 52.61% という、史上3番目に悪い数字が出てしまったんじゃないかということで、大騒ぎになっておりますけども、ネット選挙の解禁によって投票率上がるかなって期待されてはおりましたが、この結果でございます。まあ、皆さんは一体どうお考えでしょうか。まあ、タツシピいかがですか。いやー難しいんだよ、選挙に行かないっていう人を行かせるのって難しいじゃん。だって、ね、あの無料のパーティーとかやったら行くとかって言って実際無料のパーティーやってもあいつは絶対来ない。めんどくさいっつって、めんどくさいっていう人はもうめんどくさいんだもん。でもなんか他国と比
べるとやっぱ投票率の低さに唖然とするよね。そうですね、ちょっとがっかりしましたね。さあ今回この数字出ちゃいましたけども、松田さん、はい、投票率というのは何パーセントいけば、まあ、これ健全な選挙っていう数字とかって分かったりしますかね。まあ、これってなんかすごいちゃぶ台返すようなんですけど、はい、投票率って上がった方がいいんですかね。なるほど。おいやっていうか、あのなんだろう、すごい適当にね、うん、まあ、とりあえずなんかポスターで一番見た目のいい人が選ぶかとか、握手してくれたから、はい、あの投票するかっていう人が、うん、まあ、投票するよりかは、まあ、むしろちゃんとなんか考えて投票する人が、うん、そういうの、僕はさっきの投票の質って話をしましたけど、うん、投票の質が高まるんだったら、まあ別にそこまで投票率をね上げる必要別に言ってそれってないんじゃないかなっていうのも一つ考え方としてあると思うんで、ただ追い込まれてないんですよね、やっぱりそこまで、うん、もちろんね、投票率が低いと当然組織力がある党が強くなってしまうから、結果的にはその有権者の意思が反映されにくくなるとかいろんな問題はあるんですけど、でもやっぱり多分僕は結構むしろそういう投票率なんで上がらないのかっていう話をするよりかは、僕はもうこれ仕組みを変えるしかないんですよ。だから例えば韓国とかだったら、あれ大統領選挙っていうのは必ず水曜日にやるんですよね。水曜日にやって、あのなんで水曜日にやるのかっていうと、土日に選挙をやるとみんなレジャー行っちゃうから、だから水曜日にやって必ずそれで休日にするんですよ。なるほど。祝日にするから、だからそれは選挙のためだけに行きましょうねってやるから、だからなると。だからやっぱそういう仕組みって結構大事で、あとはだから義務投票とかみたいにするとかってやって、で僕は多分日本でそれやるとしたら、多分やっぱ期日前投票だと思うんですね。期日前投票の拡充っていうのをやるべきで、期日前投票って今だいたい朝の8時から、まあ夜の8時ぐらいまでですけど、もうちょっとだから、あれ24時間とは言わないけれども、例えば夜10時だったりとか、朝6時があればじゃあ会社に行く途中でやるとか、あとは駅にそれを作ればいいんですね。駅とかコンビニとかでも期日前投票みたいなものができるようになるだけで、結構若者も期日前投票のこと知らない人が多いので、だからこれせっかくあのやっぱり制度がこれ12年ぐらい前にできてから、やっぱりその若者 の、 その期日前投票に投票率は徐々にやっぱ上がってるので、僕はその期日前投票の制度のきちんと拡充とともに候補 PR をちゃんとやるっていうので、それで随分変わるんじゃないかなと思いますけど。なるほど。候補者からしてみると、はい、やっぱり投票率が高いっていうのは勲章なんですよね、うん、だから投票率を誰が一番上げたがってるかっていうと、やっぱり候補者が一番上げたがってて、だけど津田さん言うように、その世の中から見ると投票率高い方がいいかどうか、それは高い方がみんなが参加してくれてるからいいのかもしれないけど、うん、はい、あの一番真剣になってるのは候補者かなと、うん、それと僕の地元なんかは投票した人の総数の中で20代って 8% しかいないんですよ。 8% で60歳以上がもう5割を超えてるんですね。だから今、はい、候補者で本当にその選挙当選したい人は何考えるかっていうと、はい、まず高齢者に受けることを考える。なるほど。で20代がみんな行って全員入れてくれても 8% にしかならない、うん、はい、そうするとその少子化だとかその若者の雇用とかって言っていながら、でも向いてる方向は高齢者になっちゃうんで、ただでさえ数が少ない20代30代の投票率が低いと、だんだん政策が歪むんですよね。なるほど。確かにそうですね。なんかご高齢の方に対する対策が多い、若者はどうなってるんだっていう声もよく聞きますけども、確かにそう言われてみると、まあ形がそうなってしまっている以上、納得はできるようになってしまってますね。だからその面倒くさいかもしれないけど、やっぱり行くっていうのは自分の将来に関わってくるんだっていうのを、本当はもう少しこうきちっと伝えないといけないんだと思うんでね。あの学校教育で選挙に行くみたいな教育ってしてるんでしたっけ？授業とかでないよね。ないですね。まあ、あのなんか親に習うぐらいじゃない？はい、衆議院の定員が何人かとか、はい、それは習いますけどね。まあ、そう、あ、やってるっていうコメントも結構来てる。あ、やってんだ。やってるんですか？でもそこ大事だな。一番最初にその選挙と触れ合う時に、まあ、あの先生の話つまんなかったらもう行かないになっちゃうもんね。だからあの成人式に明るい選挙推進委員会っていうね、はい、ところがあの成人初めて成人式になる、まあ、成人を迎えた人たちにパンフレットを配ったりとか、うんうん、そのパンフレットね、まああいうのでなんとかだからまあ興味を持ってもらうとはしてますけどね。そのパンフレットについていた動画が一時期ニコニコ動画でも大ブームになって、いろんな動画が上がったりしましたけども、まあそれきっかけで選挙に行ったかどうかって言われれば、皆さんねそれぞれ違ってくると思いますね。はい、まあコメントでも来てますけども、はい、そして研究生の皆さんとかもいかがですか？もしくはアイリーちゃんでも、なんかでも権利じゃないですか、義務じゃなくて日本だと権利じゃないですか、うんうん、だからまあそのせっかく持ってる権利を持ってる人持ってるのに
使わないってすごいもったいなくて、うん、うちなんか お父さんスペイン人だから選挙権ないわけだし、あら、そうだからもうみんなの意見を母と私の選挙権に託してやってるわけですよ、だからそういう状態だからやっぱ見ててもったいないなって思っちゃう、やっぱり。さっき映像でも言ってたように、若者がこう自分が選挙にこう参加することによって、自分の意見がちゃんと反映されてるっていうことを実感できるような何かがないと、選挙する人は増えないかなと思いますね。確かに、行っても変わんねえだろって意見も出てましたからね。でも行かないとまた変わらないんですよね。若者も行かないと。そうなんですよね。このくだりはね、もう10年ぐらい話されてるんでね。もっと前からもうずっと、このね、行かないと変わんないって言ってるけど、もうそれだと何も変わんないんだもんね、結局ね。そこだけだと。さあ、いろいろと言われておりますけども。あと、いっぺんにこう議員さんを知ることができないじゃないですか。うん、そういう番組をやったらいいと思うんですね、僕、あのレッドカーペットの上に乗って、ショート演説みたいなのをやる番組とかどうかなって。それお笑いでやったんですよ、ね、やってた。でも、いいよね、一斉に知るのはないもんね。自分で調べなきゃ。いや、でもネット選挙解禁ってまさにそうで、今までって別にあのそういうのが政見放送だったわけですね、でも政見放送ってよくわかんない朝とかね、深夜とかにしかやってて、たまたまやってる時しか見えなかったんですけど、今回はネットで全部それ政見放送とかも自分で撮ってきたりとか、それをあの好きな時間に、まあ、スマートフォンなんかも含めて見れるようになったんで、それ自身がちょっとレッドカーペットでみんな見れるようになったっていう言い方もできると思うんですよね。それがだから一番ネット選挙解禁のいいところだと思います。強みですね。レッドカーペット方式になったらスマイル党の人は強いでしょ、前が振りまかしますね、はい、はい、さあドグマさんついてこれてますか。そうですね、静かですね今日僕ね。一応ね、僕選挙ちゃんと行かせていただいたんですけど、ね、あのちょっと行ったのね。行きますよちゃんと。行ってないからずっと黙ってんだと思って。間違いなく二十歳から行ってますよ、15回。ちょっといいですか、外れますけど。ちょっと僕腹立ってるのが、あの小選挙区とね、比例区があるじゃないですか、これ小選挙区で落ちた人が比例区で復活当選するってどういうことやねんっていうことを。衆議院の方です、ね、衆議院の方ですけども、今回参議院、ああいうのを見るとなんか投票行ってもなんかバカらしいなって正直思っちゃうんですけど。あ、投票して、まあ、結果選ばれた人がいるのに、結果が出てるのにまたこっちで違う結果が出るってことね。そうですよ、ああいうの見ると僕らなんか納得いかないとこあったりするんですけどね、制度ね、制度とか見るとね、結構コメントも同意してるのが多いですね、はい、ドイツのコールさんって総理大臣をやった人は、小選挙区ずっと落選し続けて、比例の復活当選で当選してきて、ずっと総理大臣やってたっていう人もいるんですよ。なんかその敗者復活みたいな感じなんかね、まあだから敗者復活なんですよね、ね、なんかだからそれは確かに気分悪いっていう声をよく聞きますよね、まあ制度だからとしか今言いようがないんですが、だからあれをやめて、もう小選挙区一発勝負、そうですよ、っていう方が分かりやすいって言えば分かりやすいかな、昔ってそうでしたよね、確か。ただそうすると中選挙区制ですね、小さい政党は衆議院では議席が持てなくなっちゃう、そうなんだよね、なるほど、バランスがやっぱり、だからそこはもう参議院で拾うから衆議院は一発勝負でいいよっていう考え方もあると思うんですよ。なるほど、でもこう選挙制度自体にメスを入れるっていうのが今の現行の政治家の方だけでメスを入れようとしてる人っているんですか。あのいろいろやっぱり選挙の制度の専門家の議員みたいなのがいて、もうこの人に聞くと立ちどころに過去遡っていろんなことを教えてくれるみたいな先輩もいるんで、だからなかなかでも変わりづらいですよ ね、 やっぱ与党勝ってる側はね、その選挙制度で勝っているからなんか変えるインセンティブがないというかね、例えば自民党と民主党が話をして変えようよってできるんですけど、そうすると共産党とか社民党とかなんとか党とかって小さい政党にとって不利になっちゃうんで、みんながなるべく合意をしようね、でもみんなが合意をするっていうのは小さい政党と大きい政党とやっぱり数が違います、ね、あの得な制度が違うんですよね、そうするとそこはすごく難しいんですよ。そうなんだ、やっぱ大きいところが有利になっちゃうんです ね、いろいろと変わっている中で、まあ、その制度も変わっていくべきだって考えている人もいるっていうのはちょっと、まあ、安心はしましたけども、はい、政治に興味がない若者が増える中、積極的に政治と関わりを持つ若者たちを発見しました。ヘドリクルでは今回そんな2人をピックアップします、まずはこの方です、どうぞ。若者の政治への関心の低さと投票率の低下に歯止めはかけられるのか。今回ドリクリではそんな問題に取り組む若者たちの試みを追いかけました。まずはこの方。あ、どうもおはようございます、よろしくお願いします。現役東大生の鈴木邦和さん。す
鈴木さんは昨年若者向けのとあるサイトを作りました。日本政治 .com。 物価目標 2% を目指すべきである。消費税増税を予定通り実行するべきである、など今政治で争点となっている20個の質問に答えると、ご覧の通り自分の考えに最も近い政党や候補者を紹介してくれる投票マッチングサイトなんだ。去年の衆議院選挙ではおよそ50万人が、今回の参院選挙では18万人が利用したそうです。結構な方やってるんですね。1年前から勉強し始めたばかりなんで、まあ、本当に素人なんですけども、政治ってすごく難しくて分からない有権者の方たくさんいらっしゃると思うんですよね。でやっぱりそのどこが分からないか、どうしたら分かるようになるかっていうことを、まあ、そのある種その素人の発想から、まあ、作ってるからこそ、なんか分からない人に、分かりやすい伝え方ができたりとか、まあ、そういう側面はあると思うんで。そして7月の参院選直前に鈴木さんが新たに立ち上げたのがインターネット政党ユースアップ。将来年金を安心して受け取る制度を確立すること、若い世代の雇用機会を拡大することなど20個もの若者のための政策をネット上で発表。そして賛同者を募り、実際の政党にその政策を訴えかけるそうなんです。で一定の賛同数が集まったら、その賛同数をもとにその政党と交渉して、例えばこの政策を入れてくれたらこれだけの人があのそれを見てくれて支持してくれるかもしれませんよっていう、まあ、いわゆるそのロビー活動みたいなものをあのインターネットを使って、まあ、もう少しその近代的にやるというか。なるほど、面白い試みだな。実際にその規制政党のマニフェストを見ると、まあ、やっぱりその若者向けの政策っていうのはなかなか少ない。本来だったらですね、若い世代は投票に行くし、政党が若者向けの政策をちゃんと出すと、そのコミュニケーションがあるっていうことは望ましいと思うので、間を取り持つようなものを作りたかったっていう。鈴木さんの活動が若者の投票率アップにつながる日も来るかもしれないよな。はい、まあ、ということでございますけども、タツシピ、うん、政治のマッチングサイト、マッチングサイト俺使った、あの投票した後だけど、もう使ってみていかがでした？ね、なんか俺のサイトはなんかね、はい、ちょっとインチキっぽかったんだよ。なんかなんかどんな答え方してもなんかこの政党に行くみたいな。あら、あら、誘導尋問。だからこれ俺それツイッターでも勧めちゃったんだけど、あら、あんまり使わないでねと思ったんだけど、ね、そういうの広告代理店がね、うん、仕込んでたりしますよ今回。そういうところのドメイン名とかを調べると、あ、なんか PR 会社が運営してるんだなみたいな。やっぱね、おかしいな、なんかこの政党にばっかりたどり着くなみたいな。俺が入れた政党と違ったけど、でもちゃんとしたところをやると本当に自分と同じ考えとか、そうそう、この政党っていうのがちゃんとたどり着いた。なるほど。でもそれをちゃんと見極めないと、そのサイト怖いなと思ったけど ね、はい、インターネットを使う上でよくなんか昔の偉い人言ってましたけど、嘘を嘘と見抜けないとっていう話してました ね、インターネットの偉い人が。いやすごいですね、これ津田さんはこういったサイトはご存知だったんですか？あのボートマッチって言われるもんですね。いわゆるそういう政策の考え方をいうこと、あの自分のやつを入れることで、まあ、それに近いのできるということで、はい、僕もちょっとそのボートマッチとは違うんですけど、今回あの自分であのポリタスっていうサイトを作って、まあ、それはあの基本的に今まであの政治家がいろんなメディアとかブログとかテレビとか新聞とか雑誌とかで発言したものをジャンル分けして、それで一覧で見れるようにするっていうですね、まあ、なんかそんなようなサービスを作ったんで、まあ、またなんかあのまだまだちょっとあのできたばっかりなんですけど、まあ、あの現役の国会議員のそういう発言みたいなもののデータベースっていうのをこれから成長させていきたいなと思ってますけど。なかなか深い話が聞けておりますけども、はい、まだまだこれだけではありません、続いては現役高校生が立ち上げたサイトをご覧ください。若者と政治との距離を縮める活動、続いては吉田拓海さん18歳、若い、福岡在住の高校3年生。実は吉田さん、映像やウェブ制作を手掛ける会社の社長、なんと15歳で自分の会社を立ち上げたんだって。すげえ、すごいね。行動力あるな。そんな吉田さんは去年の12月の衆議院選挙の時に T
ケインズオピニオンというサイトを立ち上げたんだ。まだ選挙権がない10代の若者が政治について意見を述べたり、各政党に投票できるという疑似投票サイトなんだ。おー、面白そう。ちなみに7月の参院選の結果はご覧の通り。昨年12月の疑似投票では100万人のアクセスがあったんだ。まあ、10代はゆとり世代だとか遊んでるだけだとか何も考えてないとかって言われてることに対してかなり違和感があったんで、全員がなんか例えば政治について考えてるわけではないかもしれないけど、でも絶対考えてる人はいるはずだと思って、でじゃあそれをネットのパワーを使って世の中に可視化したらもっとなんか面白いことが起こるかもしれないなと思って立ち上げたのがきっかけなんですよね。吉田さんの思いに賛同した10代の若者はサイトにいろんな意見を寄せたんだ。10代にも選挙権をください。日本国民として私たちの未来を決める選挙に私たちも参加したいです。というかまず国会でのヤジ禁止法を成立させてはという感じです。10代も政治についてちゃんとした意見を持っているんだね。政治について自由に自分の意見を書き込めるこのサイトには大人たちの声も寄せられているんだ。アツシも意見を書き込んだよね。あら、一体どんなことを書いているんだ。選挙で何かを変えようと思うのではなくて、選挙というものを通して政治に興味を持ち、まずは自分を変えよう、そこから変わらないと日本は変わらない。おいいこと言ってるけど、なかなかいいこと言うじゃないか。あっち尊敬するぜ。画像がな。吉田さんは今回の参院選挙に向けて政党の代表者と10代の若者の討論会を開催、ニコニコ動画でも生中継したんだ。さらに各政党に10代向けの分かりやすいマニフェストを用意してくださいっていうお願いを全政党に投げて、一部の政党からは10代向けに噛み砕いたマニフェストをいただけて、吉田さんの呼びかけに応えたのは民主党、日本共産党、日本維新の会、社民党の4党。その中の社民党がナウでヤングなケインズの皆さんに向けた社民党の政策と、ちょっと言葉は古臭いけど若者向けに分かりやすいマニフェストを提示。昭和初期ですよこれ。中身を読んでみると、平等な社会が平和を作る、収入がたくさんある人は生活に必要なものをすでに手に入れているので、収入が増えても実はあまりお金を使いません。収入が少ない人は収入が増えるとその分を自分の生活に必要な食べ物などに使います。そうすると商店の売り上げが増えていきます。そうすると商店が国に納める税金の額が増えていきます。そうすると国が収入の少ない人たちへの支援を増やしていくことができます。というように有権者ではない10代の若者にも政党の政策を伝えているんだ。なんか政治って多分きっとこう未来に進む、未来を作るためのものだなと思っているんですよ。僕らで賛成、まあ投票はできないんだけど意見を発することは全然できるし、なんか10代も別になんか大人に任せるばっかりじゃなくて、なんか自分たちでやれる範囲のことはやって、なんか関心持つってことが大事なのかなと思いますね。10代の意見に耳を傾けることで政党も未来の支持者を増やすかもしれないよな。いろんな考えの10代の皆さんがいるということが話題になりましたけども、実際これは吉田さんのサイトにコメントを押さえたんですか。そう、俺ね、はい、もともとツイッターで友達になったのね、この子。おお、そうなんですか。なんか面白い、すごい、はい、その10代の選挙だけじゃなくて考え方とか面白いなと思って、はい、ツイッターで仲良くなったらまだ10代って言って、で実は10代のこういうの立ち上げたんでなんかコメントもらえませんかって、はい、そこでコメントしたんだけど、で面白いの こいつで、はい、飯行きましょうよって何回か誘われたから、はい、結構な大人なんだろうなと思ったら高校生でやんの。若いですよね、先ほど V 見ても。ご飯誘ってくれ
で、何かおごちそうにしたいや、まだね、時間が合わなくて、やっぱ高校生だから俺も夜誘うわけにはいかないじゃん。ああ、そっか、そうだって、ドリクリ終わんの2時でしょ。はい、2時、3時には高校生誘えないし、はい、昼間俺寝てたいし、みたいな仕事もありますしね。はい、まあ、いろんな方がいるっていうのもありましたけども、津田さん、津田さんはこちらのサイトはご存知でしたか。知ってました、知ってました。どういった印象を持たれました。まあ、でもやっぱり、はい、まあね、10代までね、18歳以上にするべきだっていう、ね、意見もあって、これってまあ別になんかもう国によってやっぱり全然違うんでね、選挙権っていうのも、はい、まあ、でも若い人から早く興味を持つっていうこと自体は僕はいいと思うんで、うん、まあ、なんかやっぱり政治に興味がないっていう、これだから世代別の投票率にもかかってくる話なんですけど、はい、若者ってやっぱ選挙行かないじゃないですか。で、若者って選挙行かないんですけど、じゃあ実はこれ昔から変わってないですよね。実はだから40年前とかもやっぱり若者っていうのは実は選挙行ってなくて、だから今、要するに今すごい投票率が高い60代とか70代の人っていうのが20代の頃っていうのはやっぱり選挙行ってなかったんですよ、あんまり。だからやっぱり多分もう生活がみんな忙しいし、そんなやっぱり政治っていうのは若い時っていうのはそんなに興味がないし、まあ自分が何とかすればなるっていうふうに思うからだと思うんですよね。だからそうすると多分ね、年を取ってくるとみんな暇になるから政治家になんか興味を持ち出すっていうのが多分あるんだろうから、だからまあ若い人はそもそも興味がないっていうのは昔からは変わらない傾向なので、まあ、だからこそやっぱり若い人に身近になって、身近にやっぱりそういう政治距離を縮めるようなことを、そういう若い人たちの中から出てくるっていうのはすごく大事だなと思いますけどね。なるほど、ありがとうございます。さあ、そして自民党の河野さん、先ほどいろいろと VTR の中でもありましたけど、自民党出てませんでした。出てなかったですね。ちょっと政権局長小泉進次郎もうちょっと、そうですね、10代に向けての分かりやすい噛み砕いたマニフェスト、2人ともね、はい、いいことをやってくれてるとは思うんですけど、あれって要するに自分は中立で場を作りますって話ですよね、うん、それが僕すごく残念で、うん、それならこの候補者とかこの政党とか自分がコミットして、うん、ガンガン応援をする、要するにその中立な場でどうぞやってくださいって場作りますからじゃなくて、自分が場入ってってこうガーッとやっぱりやってもらえる人が増えてくると、その人にこう巻き込まれて、そのもっともっと若い人たちの関心が増えるんじゃないかなってこう思うんですよね。実際あれですからね、はい、まあ、アメリカなんかだったらね、大統領選挙やったらもう俳優とかミュージシャンとか、うん、もうみんなどっちの支持を共和党か民主党かってやってますからね。例えばジョージ・クルーニーだとかね、はい、スカーレット・ヨハンソンだとかウィル・スミスとか、はい、ラッパーの JG とかがもう全部もうオバマ支持だったとか言ったりしますしね。逆に違うラッパーが今度はじゃあロムに支持するみたいなことを言ったりもしますからね。日本って芸能界とかって政党支持とか候補者支持って絶対言わないですよね。山本太郎さんがちょっと例外的にわーっとあれしたけども、はい、だからそこがやっぱりアメリカと日本と違ってて、はい、テレビでね、例えばだからその選挙期間なんかね、そういうので特定の候補者の応援してるとまず降ろされますからね。その期間だけでもね、そういうのを含めて、いや言ったら言ったで、俺全然言ってやってもいいやと思ってたんですけど、はい、でもやめたんですよ、やっぱり。あ、また揉め事を起こしたら事務所に怒られるとか。リアルっすなー。でも、はい、なんで言っちゃいけないんだろうなと、そう、ね、不思議ではありますよね。だって おかしいことじゃないもんね。だから反原発とかっていうのはね、うん、スポンサーの手前がありますとか、うん、東芝 EMI は東芝が原発作ってるからダメですとか、うん、そういうのがあったかもしれないけど、うん、普通に政党を支持するとかこの候補者を東京で支持しますっていうのは、うんうん、そんなに悪いことじゃないですね。悪いことじゃないと思うんですよ、ね、ちょっと匂わすようなことをつぶやくと、まあその100倍返しされますからね。100倍返し、はい、もう俺の意見ただ言っただけなのにそうだから、そういう意味で言うとね、まあ、今回はい、楽天の三木谷社長とかがね、うん、鈴木寛さんに入れるっていうことを期日前投票で言ったっていうのは、うん、まあ、あれはやっぱり注目されたっていうところも含めて、うん、まあ、ネット選挙解禁ならではみたいなものとも連動した動きだなっていうのは思いますね、うん、でテレビだったらそれできないけど、まあ、ネットとかも含めてやってるっていうことは、まあ、個人の判断でね、はい、テレビに出るのを諦めれば別にネットではできるっていう言い方もできますから、うんうん、いろんなコメントも、ね、流れておりますけども、さあ、アリちゃん、はい、アリちゃんはどうですか。そうです、私まだ選挙権がないので、うん、正直この選挙に対してあまりこう消極的というか、あまりこう興味を持って何か調べたりとかしたことなかったんですよ、うん、なので先ほど10代の、そうですね、10代のサイトちょっと見てみようかなって思いました。あ、見てあげて、はい、ちょっとチェックして、実際投票できるし、それやってみようかなと、全然わかんないので、ね、正直、うん、
来年からはやりたいなって。ね、あでも来年は二十歳なの。そうです、4月で二十歳になるので。おでもそこからはね、本当の選挙ができるから、はい。そうです、メンバーと一緒に行きたいなと思います。あメンバーと一緒に別に行かなくて。メンバーちゃんと行ってるのでみんな、はい。そうなんだ。はい、ありがとうございます、はい、さあそしてドリクリではですねちょっと違った視点からですね、投票率をアップさせる作戦を考えてみました。お、はい、みんな忘れかけていると思いますけどもドリクリは、元はといえば音楽番組ですね。あれそうだっけ、はい、元はといえば音楽番組なんです。ああそうだそうだ、はい、なので、はい、その音楽番組ならではの取り組みを、ご紹介しましょう。まずはこちらをご覧ください。どうぞ。それは今から4ヶ月前の出来事。本日ゲストの河野太郎さんと津田大輔さんを迎えてネットと政治第1弾を放送していたドリクリ。そこにゲストに来たのはラップを得意とする歌い手のロリコム。アツシはロリコムにあるリクエストをしたんだ。ロリコム、今度政治のラップを1曲作ってくれよ。出た、アツシお得意の無茶ぶり。言ってた気がする、ね、言ったね。わかりました、曲を作りましょう。アツシの半端ない威圧感にロリコムはタジタジ。楽曲を作ることに。実はロリコム、投票率を上げるため今回の参院選前に出来上がった曲をニコニコ動画にアップしていたんです。お、それではその楽曲をお聴きください。おはらっきー、カツシピーに頼まれて登場。ロッリー、僕もパパパも、みんな一緒に覚えましょう。今週に取り上げるトピックは政治についてみんなで勉強。でもロリコムは政治について全く、そう何にも知らない、これやばい。おう、総理大臣は日本のリーダー、大統領は海外のリーダー。語り入れてきた。タツシ P さん、ちょっと今後内容をもっと濃くしていけるように、どんどん毎月濃くしていけるように頑張るんで、よろしくお願いします。さすがロリコムさん。タツシ P、無茶ぶりからこんな作ってくれたんですよ。ね、どうですか。いやー、俺こんだけ無茶ぶっといて、はい、ロリコムさんが上げたの知らなかったから。いやもういい、もう、はい、終わ、この番組終わったらもう一回ちゃんと上げるようにして、もう早くマイリストを登録してください。登録します。お気に入り登録してください。いや他のロリコムさんの結構登録してるんですけど、ね、俺がお願いしたやつ登録してないわ。あらー、ほんとぜひ登録お願いしますよ、はい、有言実行でいいですね、ロリコムさんはね。4ヶ月前にぶちゃぶりにも関わらず、本当ロリコムさんありがとうございます。歌詞的にはなんかよく政治わかんないっていう歌詞、それ以上のこと何も言ってない。まあ最後の最後に今付け出してもっと頑張りますとありましたけども。さあということですね、ここからは番組冒頭で募集させていただきましたネットユーザーの皆様の、質問についてですね、ゲストの方たちに質問答えていただければなと思います、うん、じゃあこれ独に、はい、はい、これ担当お願いしてもよろしいかな、はい、静かな私がちょっと読んでいきたいと思います。皆さんからご意見いただいたので、じゃあ今日ゲストのお二人に、ご質問でございます、ネットでは政治に関わる動画などが多く存在しますが、それらを見たことがありますか。またニコ動や2チャンネルなどのコメントでは多くの意見が見られますが、ネット上のコメントを見ていますか。見ているのであればどの程度見ているかなど詳しくお聞かせくださいということです。いかがでしょうか、河野さん。このインターネット上、うん、いろんな動画だったり意見があったりしますけど、それはやっぱり議員の方っていうのを見てらっしゃるんでしょうか、うん。まあ、人によりますよね、うん、自分でツイッターやってたりとか、フェイスブックやってたりっていう人はコメントもらったりっていうのは、うん、多分かなり読んでるんじゃないかなと思いますね、うん、メールだけでも多分わーっと来ちゃうんで、うん、そのいちいち全部こう返信ができないっていうのは、正直返信してると寝る時間なくなっちゃうんでっていうところはあるんですが、いただいたものはやっぱりみんな
こうあれしてると思いますし、ものによってはそれに基づいてこう自分でアクションを取ってるっていうものもあります、ね。やっぱりなんかいっぱいメールとかでね、すごくこの特定の問題についてこれに取り上げてくれっていう意見が来た場合は、やっぱりそれはすごい気にされるもんなんですか。っていうより中身ですね。一人しか書いてこなくても、うん、あこれこういうのがあるんだっていうと、あれしますし、なんかわーっとくるけど、ひょっとしたら同じ人が同じように出してるのかなみたいなのもあるんで、数が多いからってことで動いたりはしないってことですよりはやっぱり中身ですね、こういう意見もあったんだなって響くものがあればってことですね、はい、まあ、いろんな動画等々もありますけど、もしかしたらチェックされてるかもしれないというのは片隅に置いておきましょう、はい、まだまだ来てますか。いいですか、まだあります、ですね、次の方、ネットの効果関係なしにこれからはネットを使わないと、意味がないから進めるべきだと思いますが、どうでしょう。若い世代は、テレビや野外演説よりも SNS をいじっている時間の方が長いと、思います。ネットによるのは当たり前だと思いますが、いかがお考えでしょうか。うん、まあ、これからお金もかかってきたり時間もかかるという話もあるけども、やはりネットには重点を今後置いていくんでしょうかっていうことですかね。まあ、ブログを毎日上げてたりとか、はい、動画を上げてたりっていうその普段の活動だと思うんですよね。いきなり選挙前に一生懸命坂を駆け上がって動画を撮ってみても、まあ、1本目は面白いけど2本目は見ないみたいな。だからこう普段からずっとやってるものを逆に言うと、あのみんなに真剣に見てもらいたいよね。普段からこの議員はこういう問題にこういうふうに取り組んできたぞっていうのを少し時間かけて、あのブログを読んだり動画を見たり、そういうふうにやってもらえると、その議員のことが分かってもらえるんじゃないかなと思います。いや、あの本当に河野さんおっしゃる通りで、はい、多分だからネット選挙解禁してみんな有権者が少しずつネットに興味を持ち始めると、実は河野さんみたいな議員が有利になるんですよね。それ要するに24時間365日きちんとやっぱりネットで情報を発信している人が強くなる。で、今まで結局でもインターネットって選挙の期間だけ使うツールじゃないんじゃないですか。いつでもやっぱり情報発信ができるそのチャンネルだっていうことがあるわけですから、逆に言うと今なんとなく我々はこの選挙期間っていうのはね、衆議院だったら12日で参議院だったら17日っていう、その決められた期間だけ一気にわーっとなんか選挙モードになって選挙カーになってテレビなんかもいっぱいそういうのがあって、その時だけ考えさせられるっていうモードになってますから。でも別にこういう選挙期間ってある国の方が珍しくて、アメリカって別にもうずっと大統領選挙って1年でやるし、ドイツとかイギリスとかも別に投票日は決められるけど選挙期間ってないんですよね。だから今回ネット選挙解禁されたことによって、多分次の国政選挙3年後って言われてますけど、こっから3年間がずっと選挙期間なんだみたいに、そういう風にしてくれるのが多分ネットの一番いい使い方なんだろうなと思います。発信どんどんずっとし続けてほしいってことですよね。そういう議員がやっぱりそういうところでのその3年間の活動っていうのを全部見てたよっていうので投票するっていう風になるのが、これ候補者にとってもやっぱり有権者にとっても幸せな世界かなと思います。そうね、だから3本の坂登った動画よりも365日3年間ずっと坂登り続けて何か毎回頂上で訴えてたら、それはそれでまたね気持ちが動くってこともあるだろうし、だから継続なんだな、やっぱり訴え続ける。インターネットの世界ってまあその時間の制約がないって、まあニコニコ生放送でもよく言われることなんですけど、まあそういった利点もちゃんと利用して、この長い期間をどんどん自分のアピールの時間に使っていくと効果が高いんじゃないかと。もう選挙終わった後に逆にツイッターとかちゃんと更新できる議員が本物になると思います。なるほど、さあドグマさんまだまだ来ておりますか。じゃあ次で最後、かなり重要なご意見が来ております。お二人に質問です、はい、今回の出演者の女性で誰が好みですか。全然関係ない。これは重要ですよ、重要は。まあまあまあ、物事はっきり言えるかどうかも大事ですね。スバッと言ってもらいましょうかね。前来た時に二次元の人がいたじゃないですか、はい、あ、まあ、まあ、修行にですね、旅立ちました、今修行中です、はい、修行中です。いつか帰ってくる。こっちにもおりますが、ね、今日の出演者の中でということ、リノンちゃんは修行に行っております。ぜひとも河野さんの方からマジで聞きますか。ぜひともお願いします。やっぱりそこは桃地さんでしょう。あら、ありがとうございます。どこが良かったり、ね、僕のところにも取材来てる。あら、ぜひお願いする。行きなよ桃地。いいじゃないですか。変なぶっ込みいっぱいしてきますよ。そうですよ、やばいですよ。あの警備員さんにはくれぐれもちゃんとそうですよね、こういう子が来るからって。そうそう、つまみ出されては顔パスにしてる。顔パス。じゃあ津田さんの方は。僕はあの友達にハロータが多いんで、あの鈴木愛さん。あら、ありがとうございます。津田さんに押してもらったよ。どうですか今の気分。えいとか言ってました。えいって感じだよね。そんな鈴木さんですけども、まあ、愛理ちゃんはなんか聞いておきたいこととかってありますか。聞いときな。そうですね、私は本当にそういうなんかその
ツイッターとかもやってないので、うん、そういう情報がなかなか入ってこないんですけど、その例えばこう全然こう政治に興味がない若者がこうツイッターとかやってたとして、こう検索をしなくてもこう政治のことがその情報として入ってくるのかっていうのがすごい興味があって、こうツイッターとかってトピックスとかってあるんですか？あ、流行ってる言葉とかもあるし、そういうところに出ててこう押したくなるようななんか仕掛けじゃないですけど、そういうのがあったらすごいいいかなってちょっと思うんですけど、どうですかね、興味ない若者が SNS だけでこう拾えるもんですか？やっぱ興味が多少ないと拾えないような気もしますけどね。まあでもやっぱり流れてくる友達が推している、はい、例えばツイッターとかって、友達が例えば風立ちぬ見てよみたいに言ったら、あ、ちょっと見て、興味ないけど見てみようかなと思ったらよかったみたいな、自分がやっぱり尊敬してる人とか、この情報だったらこの人がおすすめするものいいっていうので、でもそういう人からこの動画見るといいよって流れてきたら結構自然に見られるし、共感もしやすいと思うんですよね。急にバッて入ってくるとまた違うんですよね。今回僕個人の意見なんですけど、ニコニコ動画のアンケートいっぱい来たなって気がするんですよ。なんかすごいうわーって一回動画見てもまた来るまた来るみたいな、そういう感じでいきなりグッて入ってくるよりは自然に入ってくる方がやっぱ受け入れられやすいかなって気がしますね。はい、選挙やってるんだっていうのは分かりますけども、まあいろんなイメージがね違ったりしますね。動画のアンケートの調査で今回予測してましたからね、ニコニコ動画あれはなかなか 94.65% ぐらいの精度で当てましたからね。すごい精度って話題になりました。一体どうやって出したんでしょうね、あの結果を。なかなか仕組みが知りたいですけども。さあといったところで、ネット選挙について熱く語り合ってきたわけでございますが、ここでもう一度皆様にアンケートを取らせていただきたいと思います。はい、答えていただく質問はこちら。はい、次回の選挙で投票しようと思うイエスかノーか、選挙権がないか。はい、まだ選挙権がないかね。まだ選挙権がないか、ね、はい、を、入れさせていただければ。 3番目選択肢大丈夫ですか？今ちょっと急にぶっこんじゃいましたけど、はい、よろしくお願いします。読んで立候補する俺がっていう。これいいですね。今日ね、入れてみますか。立候補する、話してみたいわ。そうですね。じゃあちょっと4番入れると多分4になんとなく集まりそうな気もしなくもないですけども。身がいいですからね。はい、アツシあるでって毎回言われるけどないんだから俺は。俺は本当ないんです。ワンチャンあるぞ、ワンチャンっていうところで。さあ4番、まあ、4番あるかないかはね別として答えていただけると、はい、嬉しいなと思います。総長からやる。じわじわと。総長も大変だよ。さあいかがでしょうかね。はい、1番が、まあ、次回の選挙投票する、2番が投票しない。あ、準備できた。ありがとうございます運営さん。はい、じゃあアンケートスタートのきっかけお願いします。はい、それではアンケートスタート。さあ一体どんな結果が出てくるのか、ね、イエスかノーか、選挙権がないか、4がなかった。あ、4がない。まあ4入れるときっと皆さん4ドバッと入れちゃいますからね。4 90% になるかもしれませんから。4はコメントで書いてください。いい判断ね。やっぱ 今までで、ね、しっかりやってきた分、立候補してもね、投票はいけますからね。はい、そうですよね。さあこのね、長きにわたって喋ってきた結果、一体どうなってしまったのか褒めてほしいね。はい、じゃあ結果の方のリアクションお願いします。はい、それではアンケート結果ドン。さあ結果きたが、はい、イエス 73%。 すごい、皆様アンケートご協力ありがとうございます。ありがとうございます。この話良かったですね、やってきて。だから19歳の人とかが減るんでしょ。そうですよね。はい、すごいということでございまして、本当ね、ぐっと、まあ、投票率上がった、上がった、投票したいという方が増えたと思いますので、いや、だからいい議論だったってことだよね。そうですね、良かった、ドリクリやってて良かったと思います。はい、何はともあれ、我々ネットユーザーがネット選挙を盛り上げてですね、皆さんの興味関心も持てるように頑張っていければなと思います。以上、ネットと政治でした。といったところで皆様にお知らせがございます。うち言ったって今こう、あ、お時間来ちゃいました。忙しいですから、ね、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。また来てくださいね、ぜひ。さあ改めまして河野太郎さん、本日ご参加ありがとうございました。ありがとうございます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 。河野太郎さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。これ1時半だもんな。そうですね、いい時間ですかね、本当に。はい、1時半だ。お、
河野さんの席に。ありがとうございます。ぬくもりが太郎のぬくもりが。じゃあ接続しながらでも申し訳ないですけども、じゃあ続いてのコンテンツ紹介させていただいてよろしいですか。はい、はい、やっちゃいたいと思います。続いてのコンテンツはこちら。あなたの鼻歌が伝説になる、せーの、今週のワンフレーズ P。 よいしょ。さあまずはですね、あれいいですか、こちらやっちゃって。はい、ということで今回はジップスさん、ジップスさんという方がですね、ボカロ P 協力していただけるんですが、声も顔出しもしていないボカロ P さんなので、スタジオの皆さん決めてくださいとのことです。で読んじゃったけどいいのね今のね。はい、はい、ありがとうございます。はい、ジップスさんという方に協力していただきます。はい、今週のテーマはありがとうです。そしてワンフレーズの募集方法は、はい、どうなってますか。ということで私がいいですか、スカイプの方で受けさせていただきますので、はい、はい、はい、どしどし、応募ください。スカイプで募集させていただきます。今から皆さん立ち上げてください。はい、はい、やっぱりそうですよね。はい、ありがとうございます。じゃあ、ジップさんの紹介 VTR ございますので、こちらをご覧ください。どうぞ。今週のワンフレーズ P。 視聴者のみんなが考えた歌詞とメロディーを有名ボカロ P がアレンジ、素敵なエンディング曲に仕上げます。そして出来上がった曲はこの可愛い3人組ドリームプリンセスが心を込めて歌います。そして今回アレンジに協力してくれるボカロ P はジップス。2012年平成カタクリズムが自身初のボーカロイド殿堂入りとなり、この曲から平成プロジェクトという名のシリーズを展開。世界平和をめぐる善と悪の戦いを描いたこのシリーズはまだ謎の部分が多く、今後さらなる盛り上がりを見せること間違いなしなんだ。今回のテーマはありがとう。ジップスがいい感じに仕上げます。おー、ジップスさん。やっていく今週のテーマお願いします。はい、はい、今週のテーマはありがとうです。そして、募集方法の方はどうなってますか。うん、はい、ということで今回私がねスカイプで受けさせていただきますので、はい、どしどし、ご応募ください。お待ちしております。はい、じゃあもう今からやっちゃいますか。いきますか。はい、ということでスカイプ受付を今からスタートいたします。さあどうぞかけてきてください。はい、ID は同時ハイフンクリですね。いい時間です。はい、携帯はなかったことになりました。携帯はね、はい、まあ大変でしたからね。まあ、さあ行きましょう。またね相変わらずのメンバーですね。おお、相変わらずのメンバー。また相変わらずのメンバーさんでした。 NEO でしょ。 NEO もうね、 NEO ね、パルメザン受け顔いっぱいいますねこれ。いやいな、すごい聞いたことある。じゃあこれ常連さんばっかり、常連ばっかりですねこれ。参りましたね。まず新顔を探してみてください。新顔ね、いないんすねこれ。いないか。じゃあ一番最初にかけてきたこの人にしましょうか。誰だ、お願いします。はい、出ました。もしもし。あ、もしもし。お名前は。あ、パルメザンです。早かったね、パルメザンさん。あなたもう5分ぐらい前からかけてるね。どうも、まあ、お久しぶりです。久しぶり。ずっと前からかけとったけど、はい、今日どうしてもやりたかったの。どうしてもやりたかった。お、いいね。あれ電話の時もかけてくれてたの。かけてました。あのガラケーなんて全然繋がんないですよ。そうそう、あ、やっぱね回線が混んじゃうんだ。やっぱどうしても歌いたいんだね。しかもあの5コールまでしかかかんないんで、そう、5コールまでに拾ってくれないとかかんないっていう事態が起きちゃってますよ。へー、そういうことね。ちょっとシステムを考え直します。なんで、まあ、このままスカイプの方がいいんじゃないかなと思うんですよ僕は。自分に有利だから。ありがとう。スカイプだとさ常連さんばっかりなんじゃん。まあそうなっちゃうんですね。いやでもあれですよ、スマホ生もでもiPhone の中にスマホとかスマホの中にんスカイプぶっ込めるじゃないですか。ね、ああなるほどね。なるほど。それでできるんで、あのスマホ勢はどっちもできるんですけど、ガラケーだと、何スカイプって何ってなるじゃないですか、ガラケーだと。なるほど。うん、まあ、そういった意見もあるってことでね。さあ、じゃあテーマはありがとうですけど、はい、大丈夫ですか、パルメザン。はい、今さっき即興で考えて、うん、じゃあもう行くよ。行くよ。常連に冷たいから。じゃあテーマはありがとうです。参りますよ。3秒前、2、1、9。ありがとうなんて言っても君の耳には届かない。だけど君の魂にはきっと届くだろう。なるほど。届いた。魂には届くと。はずいさん、これもう一回ですか。
そうですね。絞りますか。絞っちゃいますか。絞って出てこないとやっぱりこうね、そうですね、鼻歌感が薄いですから。間違いないです。パルメザー。用意してるものはね、うん、興味ないんですよ、うん。今ここで生まれたもんじゃないです。そうだ。劣勢に立って人間パルメザー。やってやろう。じゃあパルメザーやってやろう。やってやれやってやれ。考えたものを壊してまた新しく。今絞り出せ。テーマありがとうまで3分前2、1、キュッ。サンキュー、君と会えてよかった。サンキューだけど、これからもずっと仲良くしてってね。喧嘩なんてなくていいから、これからも一緒に歩こう。サンキュー。お、いいじゃん、いいじゃん。マジか。なんか絞り出したな。絞った。どんどんレベル上がってきてる。ダメ、やばい、コメントで考えてたやろとかなんか、いやいや、よかったよかった、東京感が伝わるよ、よかったよかったです、うん、絞った絞った絞った、やばい、じゃあじゃあもう一度ってあるんでもう一度行きますか、なんかもういいですよ、もういいですよ、切りますね、さようなら、それただなんで歌いたがりよそれ、さようなら、さあということで次行きましょう、ただ歌いたいだけのやつなんだ、だんだんキャラが固まってきましたね、思いっきり切ってやりましたよ、出たがりは切りますからね、切りますよ。もう寝よ、もうええってお前は、ね、かけてくんな、お前 NEO が、あ、これいきましょうか、これ新しいね、お新しい子、うん、新規さん、もしもし、お、あ、もしもし、あら、お名前は、あ、梅カッパと申します、あ、梅カッパ、梅カッパ、これ新しいよね、新しいよ、俺初めて、あ、新しい、あ、よかったよかった、まあまあ、このコーナーは、そうなの、そう以前ねあのかけてくださったキツネコアラさんの娘さんということで、うん、まあまあまあ、あの梅カッパさん、梅カッパさん、はい、いくつ、うん、13歳で中学1年生です、中1、まあいいか、夏休みだから、夏休みですからね、夏休みか、おい夏してる部活でめっちゃ埋まってます、ああそうなんだ、何部、何部やってるの、吹奏楽部です、ちょっと口でやって、そこで担当してるやつ、担当してるの、めちゃくちゃっすね、タツシピ、パートは、パートはパートは、あ、トランペットです、あー、ちょっと口でやってもらっていいですか、口で、口で、うん、トランペット口で、そりゃ困るわ、3、2、1、9さすがに無理だもん、こんな時間に13歳に何させてるんですか、じゃあカッパちゃん行くよ、いける、ありがとうテーマ、ありがとうテーマでいける、はい、はい、じゃあテーマありがとうで参ります、カッパちゃん3秒前2、1、9、ありがとう神様、この時代私生まれた、あなたと出会えた、みんなと出会えた、ドリグリと出会えた、おこれいいじゃないですか、すげえ、アスさんこれ超うまくないですか今の、いや歌がうまいし、うん、いや考えてたやつだけどすごくいいよね、いいですよね、響くな、響く、でもいいじゃん、でもいや俺絞る、絞る、でも全然コメントでも結構これでいいよね、結構いいですか、すごくいいというコメントも来てますけども、すごいよかった、うん、でもまあ絞ったとしても今のはすごくいいってみんなのさ、うん、評価を受けてるから一回絞ってみようかやっぱ絞んね、やっぱりか、一回絞ってみよう、絞んのさ、わかりました、いける、13歳の絞りいきますよ、ちょっと待ってください、いや待てない、待てない、いっちゃおう、今この勢いでいっちゃいいんだって、テーマありがとうまで1曲いいの作ってんだから、3秒前2、1、9、いけ、ありがとう、サンキュー、ダンケシェンシェイシェイ、メルシースパシーボ、いろんな国、あ、ごめんなさい、いい、あ、いい、すごい、おかしい、おかしいの言葉だ、いいよ、すげえよ、よく絞り出したね、絞り出しましたよ、脳が若いね、そんな考えてて、最後まで歌いきれなくて、いや、よかったよかった、今の方がよかったよ、メルシーボークがスッと出る13歳、ね、怖いわ、ダンケ出ないで、グローバルだ、いや、逆に僕らがありがとうですよ、ね、盛り上げていただいてね、うん、珍しくうまく締めたよ本当珍しいですはい、じゃあありがとうね、ありがとう、メカパちゃんありがとう、はい、ありがとう、じゃあね、バイバーイ、これ今回皆さんで決めるんで皆さんしっかり覚えておいてくださいね、覚えてる覚えてる、じゃあ次ラストいきましょうか、ラストお願いいたします、さあ一体誰がかけてくるのか、もうね、ネオが頑張るんだよねこれ頑張るアピールがものすごいんですよねこれ初めてじゃないかな、おご新規さん、これ始めちゃうかな、
もしもし。あ、もしもし。お名前は。ナスカラングレーです。初めてですかね。いや、そうですね、はい、初めてですね。ナスカラングレー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 。おいくつですか。ナスカさん。ナスカ、ナスカ。年はおいくつですか。年は18です。あ、若いね。関西。はい、関西です。どこ。兵庫です。高校生。いや、今浪人生です。あ、浪人。いや、夏が勝負なんじゃねえのかよ。大丈夫かよ、遊んどって。頑張ってよ。大丈夫か。ありがとう。切るわ。勉強しや、切るわ。いや、あの、ちょっと息抜きに。息抜きに。よし、分かった、息抜きやからな。テーマありがとう、大丈夫。はい、大丈夫です。わかりました。ではテーマありがとうで参りましょう。それでは3秒前、2、1、9。10年前から一緒だった。姿形は変えつつも毎日そばにいてくれた。でも今日で別れだね。今までありがとう、さようなら。今日から僕はスマホデビュー。ああ、なるほど。ガラケーに別れを告げた。ありがとうか。そういう路線のありがとうか。昭和のフォーク感あふれる感じでしたけど。ねえ。なるほど。絞りどうします？はい、ああ、わかった。わかったな。絞れず。絞れず。ありがとうね。いい歌でも。はい。頑張ってね、受験勉強。はい、頑張ります。はい。多分。頑張ってね。多分通ると思うで。バイバイ。ざっくり、はい、頑張ってね。ナスカさん、ありがとうございました。はい、さあ、ということでですね、今回、ツイッターじゃありませんで、スカイプで募集させていただいたのがパルメザンさんと梅カッパさんとナスカさん、はいはい、3方の、作品ですけども、さあ、これはみんなで決めていこうという感じですけども、どうしましょうか。コメントでもどうですか、募集していきますか、ね、そしたら。はい、2つが絞ったんですよね、パルメザンと梅カッパさんが。津田さん、気になったのありますか。いや、梅カッパさんでいいんじゃないですか。なんか適当な感じで今、梅カッパさん、いや、いや、それ以外ないでしょ。いや、それ以外ないでしょ。2人目の13歳の。それ以外ない。まあ、ナスカさんの曲よりかは梅カッパの方が良かったよね。まあ、そうですよね。いろんな国の言葉でできるね。良かったですね、あれ。ねえ。で、最初のやつと梅カッパの最初のやつと絞り出しの両方合わせて、あ、両方行きましょうか。あ、なるほど。はい、それいいじゃないですか。まあ2だろうっていう意見がもうほとんど、うんうんうん、そうですね、はい、じゃあ梅カッパさんの最初とあと両方をくっつけた絞り出しのもの結果を、うん、じゃあそれをお渡しするという形でよろしいでしょうか。はい、じゃあ今回ですね、担当のボカロ P さん、ジップスさん、うん、梅カッパさんの作品、そちらにお届けしますので、うん、アレンジの方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、以上、今週のワンフレーズ P のコーナーでした。ありがとうございました。あら、良き時間になってまいりましたね。あらら、いい時間になってきました。さあ、ということで最後に皆様からいただいたリアルタイム投稿を見ていきたいなと思います。で、今回ですね、あの、前の収録分があの前回あの参加、紹介できなかったので、うん、2作分、ドリクイ2週間分の作品を紹介させていただきたいなと思います、うん、はい、さあ、見ていきましょうか。じゃあ切り替えの方よろしくお願いします。ドン、ドン、あら、あ、そうか、お化けの、お化けの、お化けの収録、ね、そうです、今日収録お化けのやつもやったんですよ。覚えてますか、皆さん。はい、うわ、ももち怖、右の、右下の、なんじゃあれ。じゃあ右下見ていきますか。うわ、うち右下いける。右下、うわ、右下、あれ、はい、少々お待ちくださいとのアナウンスが来ました。お化けとなんだっけ、選挙活動だっけ。そうですね、もう一緒になってきちゃって、選挙活動、うん、はい。まあ、今回あの、まあ、前回のお化け分のやつが紹介できなかったので、うん、一気にここで紹介させていただくという形を取らせていただいております、うん、はい、はい、まあ、あのこのイラストはですね、ニコニコ星画に投稿してドリームクリエイターのタグをつけていただけるとですね、我々検索しやすくなっておりますので、うん、はい、ぜひよろしくお願いいたします。あとカイジだ、カイジング、あ、そう、カイジ、あ、そうだそうだ、うん、福本先生やりましたね、福本先生のやつやな、はい、ざわざわする感じの、ざわざわざわ、さあ来ますかね。さあ、良き時間でございますけど今、ね、調整中でございます、はい、はい、じゃあ、うん、そうですね、はい、まあ、皆さんいろいろと喋ってきましたけども、うん、じゃあ、 あの調整中ですので先にですね、本日のゲストの、皆さんに感想を聞いていきたいなと思います、うん、皆さんといっても、うん、はい、津田さん、はい、はい、本日のドリームクリエイター、
感想を聞かせていただいてもよろしいでしょうか。あ、前回のスタジオに比べてすごいグレードダウンしたなって。やめてください。マジっすか。言わないでください。今わかんないで。見てる人わかんないですから。言わないでください。わかんないでグレードダウンしたっていうのはわかんないで。ください、そういうこと言うの。いやいや、あのまあでもすごい、はい、VTR がすごい作り込んであったし、うん、なんかすごい若い人も興味を持てるようななんか VTR になってて、はい、なんかあのドリクリなかなかやるなっていうのも思いますね。ありがとうございます。最初に来ていただいた時からいろいろとね変わってますので、大きくなったりちっちゃくなったり、スタジオも VTR も手が込んであったり、はい、いっぱいしておりますので、はい、でもなんか本当にあの選挙前にね、多分こういうドリクリの方法論とか使って、はい、本当になんかあのこういうのに興味がある人がどんどんあの政治に興味持てるようななんかそういう解説とかやってもいいですよね。なるほどね、選挙前にね。そうそう、うん、選挙前の争点をドリクリユーザー向けに、うん、いやあのドリクリユーザーにとって重要な政策の論点みたいなものを、うん、あのいろんな政治家の人だったり専門家の人にか、うん、あの解説してもらって、まあ、その上でみんな選んでいくっていう、ね、うわ楽しそう、うん、あとはだからやっぱりすごいコメントとかちゃんと政治家にも見てもらって、うん、でそれでちゃんともうその場でもうリアルタイムにバンバン答えてもらうとかね、うん、やっぱそういうのとかがどんどんなんか新しくなんか取り組みでせっかくねネットもあるわけですから、はい、そういうのやってもらいたいなと思いましたね。取り組みはいろんなことに挑戦していきますから、もしかするともしかすると可能性もゼロじゃないかもしれない、ね、リアルタイムでポスター書いてもらうとかね、はい、そうだリアルタイムポスター候補者の人来てもらって、そうそうそう、うん、それいい、面白いですね。そうだ、別にいいんだもんな、ポスター書いてあの掲示板に貼っとく分には別にいいんですもん ね、 ね、うん、違反じゃないですよね。でオバマとかもやっぱり最初に出た時とかって、はい、もうミュージシャンとか勝手にラップを、うん、応援のラップを作って YouTube に上げて、うん、それがやっぱりネットで広まったりとかしました、ね、やっぱり勝手に応援団みたいなものってネット選挙解禁されたんで、うん、すごいそういうのが増えていったところがあるんでね、なんかそういう勝手な応援団みたいなものをあのなんだろう、どんどんこの番組から輩出していくっていうのが面白いと思います。いいじゃん、それぞれ、まあ、俺たちがさ言うとまたなんかいろいろ問題あるかもしれないけど、はい、鼻歌でね、うん、応援してる党の歌をどんどん歌ってもらえばいいんだもん ね、 いいですね、自民党への思い、民主党への思いみたいな、いろんな政党への思いをどんどん、ね、うん、歌ってもらったりとか、 NEO 頑張っちゃいますよ、また NEO かけてくるかと思いますけど、ウィグ行きますよ、それ今関係ねえんだな。はい、ということで津田さん、本当は本日ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、そして本日アシスタント MC を務めてくれましたアリちゃん、あ、はい、はい、もう怖い会と政治会両方担当してくれましたけども、どうでしたか、うん、トリプリ。そうですね、まあ、アシスタントとして今回は来させてもらったんですけど、うん、あのなかなか私こうあの MC とかやらせてもらうことないんですよ、うん、で前回来た時踊ってみたについていろいろ学ばせていただいたというか一緒に踊ったりしたの で、 そうです、ね、こう政治とかまたこういうちょっとあのなんていうんですか、真面目なというか、うん、あの私も学ばなきゃいけないことがたくさんあるなってことが今日分かったので、うん、まあ、アシスタントじゃない時もまた呼んでもらいたいなって思いました。ぜひぜひ、もういつでも遊びに来ていただいて、ね、しますので、はい、はい、お待ちしておりますので、はい、勝手に来て勝手に座っておいてください。そんな楽でいいですか、この番組。前にも当たってましょうか。いや、鼻歌にも挑戦してます。鼻歌もね。やりますよ、スカイプで、はい、あ、電話しましょうか。電話してください。はい、待ってます、はい。はい。ありがとうございます。鈴木愛理さん、本日本当にありがとうございました。ありがとうございました。さあ、といったところでですね、イラストの調整ができたみたいなので、はい、見ていきたいと思います。切り替え、ドーン。はい、たくさん届いております。ありがとうございます。やっぱ真ん中の上気になるな、あれ。1本目のホラーの方ですね。うん、あれあれ、ももちの。怖いな。ももちの今真ん中で、うわぁ、完全に死んでるもちよ、これあれね、楽屋のももちやね、これ。ちょっと照明の暗い楽屋のね、どういうことかな、うん、よくある風景、こういうの嫌い、うわ怖い、怖い、なかなか味があるイラストじゃないですか、怖いな、これ、ね、口がすげえな、すごい、それパワーありますね、おぉアイシス、おい、怖え、いい感じの、あ、洋館に飾られてたら嫌だこれ、うわ、うわ、反転、反転されとる、これ嫌だもん、嫌だ、反転、ラモッチそこ行ったからね、あれは、すごい、なんか気になるものが、あら、あ、これ写真的、これアイリちゃん、アイリちゃんの後ろに取り付いてるね、これ取り付いてる、これの両欄がお化けになってますね、これ、うん、あ、さらに後ろになんかいるね、ぼやーっと、ぼやっとしてますね、ぼやっと、面白い、怖いな、なんか右の下のやつも可愛いですね、可愛いですね、はい、あら可愛い、可愛い
タッチピーお化けになってみた、書いてみた。あ、これ俺なんだ。おお、タッチピーがいないですよ、これ。かわいいな、このキャラ。いいですね。ホラーの回答。うわあ、ムンクや。ムンクね。ムンクが逆になってる。うん、あ、さっきの動画が映ってなかったから。さっきのね、映ってなかったみたいな。それを書いたんだ。はい、ああ、なるほど。なんか幽霊さんが出張行って聞いてた時の代わりにいてくれたんですね。ありがとうございます。こんなもんですか。お、そして、あ、すごい。あ、すごい。すごい。すごい。いっぱいある。面白い。須田さんざわざわしてますよ。してますね。あ、なんかすごい似てるかも。あ、嬉しい。アンパンやなこれ。コウノさん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 。アンパンマンゴーみたいなと思うんだ。すごい画面これド迫力。須田さんの開示いいですか。見たいですね。見たい見たい。あ、そうなんだ。これは大人の事情でね。なるほど。見たい方、サムネイルで見ましょう。見たい方、サムネイルぐらいまで、あのニコニコ、ここで見て、みんなここで見てください。いろんな、察してください、皆さん。いろんな事情があるから、こっちが今ざわざわしてますから。みんなざわざわ打て、コメントざわざわ打て、大人がざわざわしてるよ。僕らもバイプッシュでね、やっていただきたいんですけど、ちょっと大人の事情がざわざわしてるんで。見れる人だけ見て、ざわざわ打て。はい、ニコニコ映画でですね、ドリームクリエイターで検索していただけると、はい、出てくると思いますんで。あ、これいいですね。これいいね。何これ？あ、応援かな。選挙応援で。好きアート。可愛い。モナーとか懐かしい。懐かしい。懐かしいってまだ現役じゃないですか。確かに。ちょっと懐かしい。あ、ドリームクリエイト。おお。大集合ありがとうございます。ちょっとなんか色ついてる。ちょっとあそこは左から2番目触れないで。ちょいざわっとしないで。ちょいざわ。サイズ感的にはさっきと同じですから。あれは全然問題ないでしょ。あれはあのタッチなので。あれは違いますからね。大丈夫です。カタカナやし。カタカナやし。カタカナなんで大丈夫です。ザクザクかもしれない。はい、ということで皆さん、たくさんのイラストありがとうございました。さあ、といったところで、本日のドリームクリエイター収録は以上となります。はい、ゲストの皆さん、本日本当にありがとうございました。ありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。さようなら、たまっち。お疲れまっち。お疲れまっち。お疲れまっち。はい、はい、OK です。では、このまま記念撮影の方へ。はい。はい。はい、さようなら、たまっち。もうちょっと収録の様子はね、ニコ生続きますので。はい。いやー、今日濃ゆかったなー。いつも濃ゆいけど今日濃ゆかったな。濃ゆいね。怖かった。怖かった。ホラー会をやったっていうのを完全に僕忘れてましたよ。俺今から家にいるお化けを払ってもらうんだよ。あ、そうなんですか。いるんですか。いるんだ。あと1本目の収録のホラー会の方で、はい、ちょっと出演者の方にも何か残っていただきたい。あら、またこの後発表します。もう、いやいやいや、ちょっと今発表してくださいよ。今発表してくださいよ。ちょっとそれはちょっと津田さんも。何それ、どういうこと。先に写真撮ろう。先に写真を。先に写真。俺本当にクビになるのかな。お払いするんだって。こっち冷凍なんだ。ちょっともう嫌やな。あ、コメントでウッチー邪魔って来とるよ。ウッチー邪魔って。すいません、すいません。じゃ前の方に一緒に続きあり。はい、じゃ皆さん行きましょうか。ゲストの方、いやいやいや、松山大臣、はい。中の方に皆さんギュッとなっていただきます。ギュッと、はい、皆さんが映れるように。あー、すごい。あ、かわいい。かわいい。リュウさん、もうちょっと、こっちに行ったらいいです。椅子行くよ。私からです。はい。だいぶ映り込んでますね。ね、怖いですね。ちゃんと撮りました。じゃあ皆さんこのカメラ見て、3、2、いきます。はい、チーズ。はい、もう一枚いきます。はい、チーズ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れもっち。お疲れもっち。はい、それでは本日のゲスト津田さんでした。ありがとうございました。津田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。あ、津田さん、あ、ダメよ。ノンシュガーじゃないですか。また来てください。ありがとうございました。ありがとうございました。で、この後ちょっと除霊の方に行きたいんですが。除霊、除霊大臣、あつしさんが、ちょっと
あの取り憑かれてたということで。でしょ俺たち超具合悪かったからね。めっちゃ鳥肌立ってましたもんね、本番中。ちょっと淳さんはそのこの後別でということで、先に淳さんの送り出しから。強力なやつや、強力なやつ。ずっとポン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 されてたんだって。そうでしょ、あずしさんはあの2本目にこのまま臨めないって言われたので、先ほど1本目と2本目の間に除霊していただいたんです。なるほど、もう取ってもらった、はい、あら、ポン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 やってた。先にあずしさんの振り出したら、はい、あ、俺もいい、どうもありがとうございました、はい、あ、あずしさんでした、ありがとうございました、ありがとうございました。ちゃんとフロア入ってくださいね、大丈夫だそうなんで。今日でも、はい、あのやってもらうんですもんね。あら、あ、でも誰なんだろう。お疲れ様です。あのインスタントの除霊、インスタント除霊、これあの視聴者の皆さんは大丈夫なんですかね。視聴者の皆さんはインターネットの拡散力すごいじゃないですか。あ、皆さん大丈夫だそうです。はい、じゃあ出演者の方で残んなきゃいけない方、陽子さんの方から、えい、発表した。これ去年もやった、去年もやった。まずエモチグビビンビンなっとる、ちょっとおかしいなってことですよ。それずっとビンビンやから、なんかおかしい。本当に何、何がおんの。ドクマさんちょっと居残りで、居残りや、もう嫌や、喋りかけないと。あとの方は居残り、はい、嫌や、もう。続いての発表お願いします。続いての発表は、お、はい、じゃあ居残り組こっちに行きましょうか。居残り、ついたのお姉ちゃんにも、まさかのオバキューガールになってしまうという。オバキューガール、うまいこと言う。他はここ放送載せる？もう裏側見せるっていうのが大事って言ってたじゃないですか、さっき政治家の皆さんも。さあ続いて、アイリーちゃん、アイリーちゃんも除霊、続きましょう。微妙でもね、もし何かあったら、はい、なんで、さあ居残り除霊チーム決まっておりますね。大丈夫、以上です。はい、以上です。居残り組お疲れ様です。お疲れ様です。井上さん、お疲れ様です。ということで、鶴岡の皆さん、どうもありがとうございました。ふんわりぴったりやんけ、ドリクルにいらんって言われるし。いるよ、超いるよ。はい、それ、いらんという部分もね、いらんって言われてる部分も終わって、払ってもらえばいいやん。はい、じゃあ除霊は、早く行けや。除霊はちょっと前室に、全室誘導して、陽子さんとアイリーちゃんと、何ドグマさん、私、除霊とか初めてさ、いやもう人生、なかなかこの経験ないでしょ。じゃあ、陽子さんについてた、全然元気なのに、行ってきます。でも、撮ってもらった方がいいから、お願いします。安心して、元気だから、実況してくださいね、実況。なんで実況せなあかんねん。お疲れ様でした、ありがとうございます。どうでした、お二人、今日すごい勉強になりました。本当に勉強になりました。本当に言っても全然政治の知識なかったので、はいはい、やっぱ相方があんなに政治に興味があったのでね、もうびっくりしましたね。確かにバンバンいい勉強しましたからね。政治家が踊ってみたいになった。そうです。それからもうワンクール議員とかね、やったらいいと思う。ワンクール議員、任期短すぎよ。絶対何も決まらんばね。何もしてくんない。じゃあ番組閉めてください。あ、じゃああとは全部お任せして、皆さんありがとうございました。ありがとうございます。じゃあテレパトのお二人に待ってみましょう。あ、待って、告知をしてもいいですか。はい、コミケの2日目にももち南ボンが出ます。おすごい。はい、あのグラビアもあってね、20ページぐらいのかなり濃い内容となっておりますので、あのいつもあのプロさんっていうね、なんだ、書いてみたじゃない、なんだっけ、正画ですか。正画をいつも上げてくれてるドリクルミンの方も今回参加してくれてて、なのでぜひぜひご興味のある方もない方もコミケよろしくお願いします。あと8月17日、両国国技館で、プロレスのリングアナをやりますので、ぜひぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。ももっちバイバイ。はい、僕もいろいろお知らせがあったりしますけど、ツイッター見てください。お疲れ様でした。ありがとうございます。よっしゃ。これは、何でしょう、締めれば、はい、はい、というわけで、本日ドリームクリエイターですね、この、深夜まで、ご覧になった皆様、今日も一日
お疲れ様でした。かぶってんだよバカ野郎。やってんだろ。かぶるんだったらもうちょっと受けてよ。なんで滑んの。ちょっと先輩のやつかぶって、ちょっとじゃあ全力で修作にやってもらおう。最後修作に。どうですか。あ、どうもお疲れ様でした。ちょっと寝てたの。いや違いますよ。ちょっと、なんで修作出てきたらこんな空気なの。ちょっと久々にシャワー浴びたらふわっとしたんだよ。はーい、ではみんなおつかまきり。あ、もう早く終わろう。助けじゃないんだよ。早く終わろう。なんかみんなで事故っちゃったけど。早く終わろう。あれ、以上で今日の収録終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、書き忘れた。出してもらえば。はい、ありがとうございます。